はい、どうもこんにちは、カイです。今回ですけども、1週間チェーン店生活やっていこうかなと思います。一発目ですね、やっぱ話題になってるスシローやってきました。頼んでいきますか。このペロペロ事件みたいなのがあって、それの損害賠償が6400万ぐらいなんですかね。で、かなり話題になったんですよ。これが安いのか高すぎるのか、僕は結構普通に妥当、なんならちょっと安いんじゃないかと思ってるぐらいですね。一人の子からすると高いんですけど、企業が負ったダメージを考えると妥当な気がするんですよね。だって例えばですけど、ここの監視カメラ1台設置するだけでも店舗数がだってめちゃくちゃ多いんですよ。640店舗かなんかぐらいあるんですよ。で、監視カメラ設置がもし仮に1台で、まあ、安くて10万だとしても、それだけで6400万いるんですよ。まあ、確かに。で、考えると妥当かなって。あとそれぐらい厳しくしとかないと続くじゃないですか、後で。軽い罪なんだったらやってもいいんだよ。まあ確かに、それはありそうだもん。そう。でもこれ俺結構調べたやん。そしたらスシローめっちゃかっこいいやん。何かって言ったら、このスシローって少年に対してだけ請求してるの。これどういうことかって言ったら、普通って子供に対してだけで親に対しての請求いくわけ。へー、そうなんですね。つまりもう返せへんこと前提で見せしめとしてやっとるだけなんです。なるほど、なるほど。だから支払ってるんだよ、子供には。はい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 。だからもう6400万は見せしめとしての6400万なだけであって、っていうなんかこう解説があって。なるほどね。めっちゃかっこいいな、そこが。本当にもらおうとしてるわけではない。そうそうそう、抑止力としては。なるほど、なるほどね。やっぱ大きいじゃないですか。そこで100万ってなって抑止力弱い。はいはい。でも6400万だったら一般の人からさ、マジかって絶対あかんってやろ。無理よ。そこを親入れてないってあたりが、そこを請求する気はないですよっていう。いやー、かっこいい。そこらしい。そう、後ろも。へー、最高なんですよ、スシローは。つまりやめてくれよっていうことなんですよね。うん、でもそういうことせずにね、うん、美味しくいただけば最高の店なんだよ。しかも今、期間限定で、いつも白シャリやのに赤シャリ出てるんですよ。初めて見たこと。赤酢。しかもこれなんか期間限定らしくて、うん、年に数回しか提供できないらしい。なるほどね。めっちゃうまそう。うまそう、めっちゃくちゃ。この時点で。これとによって。赤シャリやで。もう行くべきなんやってる。スシローに。うん、多分この動画公開された頃にはもう終わっとる。終わってます。うん、じゃあ行きますけど、もう頼みますよ。来た。喫食皿っていうね、もう絶対食べろと。必ず食べろって。人気、人気のやつじゃない。必食なんやから食べなさい。必食皿を全部。そうそうそう、ここ一回食べろよっていう。でこういうのさ、いつも食べずに終わるよ、俺。確かにね。うん、だから知らずに過ぎ去っていくわけ。新しい景色見るには、こういう言いなりになるとこ大事だ。デザートもあるわけやから、ほら。うわ、行くな、行くな。ケッチとかうまくて。ちょっと確かにうまそうよ。ハマグリの味噌汁とかね、必食なんやから。必食。ラーメンもあれ、カニ味噌ラーメン。ラーメン。よし、これ全員食べよう。これ1万口あるぞ。え本当だ。疲労がつかいね。やば、すごい出たんや。えどういうこと、回ってくるんかな。えどういうこと、新しい。すげえ、やば。フェアもね、大トロが今かなり大きいらしい。ちょっとこれちょっと多め頼んでおきましょうか。だいぶ頼んだでしょ。こういうね、お店側の売りたいものを買い続けるっていうのも一つ楽しみだなって。普段やったらいつも同じやつが食べへんからさ、まあ、なんか同じ景色しか見えへん。今回はあえて全スシロー乗っかんです。わ、まあ、お世話になってるんだ。しかもまあスシローって結局うまいものしか進めてこないから、それがアキングスシローです。来た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 。いや絶対そうは頼まへんやつだ。すげえ、これホタテ、ホタテか。もう絶対頼まへんやつだ。ホタテバジルでも俺1個食うんで1個誰か食ってた。あれカバー2個食った。ネギなし、ネギなしか。ちなみにスシローの賠償金が6700万だったらしい。9300万に増幅するみたいな感じで出てて、上がったよ。そうです、なんか上がる見込みがあるみたいな感じ。それぐらいだから損害があったんだよ実際。リアルでもっとやばいんやろ。もっとやばい。やばそう。余裕で奥は超えてそうです。うん、うまっ。めっちゃうまい。基本さ、こういうのさ、お腹いっぱいなんか大体食うやん。まあまあまあ、一発目にしてちゃんとうまい。自分の好きなやつ食ってから食うもんな、絶対。そう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 。赤シャリだ。確かにちょっと赤いね、シャリが。うん、いただきます。うん、うまっ。あ、一番美味しい。美味しい。やばい。これでや。ここで、開けてもらう。なるほど。すごいな、これ。すごいな、マジで。最新な。相性、相性。H 賞。ビリ当てたいな。来い。H ですね。H。交換してきます。はい。ご飯食べながら一番くじできる。最高の娯楽になったんですね。すごい進化だな。ボートレースしながらご飯食べとるみたいな。食べながら何かを楽しむって最高だな。うまっ。うわ、なんかすごい、なんかえ、辛子だ、やば。白子、白子、めっちゃうまいんだ。うまそう。半肝かな、そっちは。すごいすごい、止まらん。白子ポン酢の初めて食うな。やばこれ。うわ、いただきます。うわ、うん、うまっ。これやばい、うまそう。で、高級店で出てくる白子ってこんな変わんない。へぇ、めっちゃうまいっすよ。白子ってこんな意外に合うんやな。これうまっ。ご飯食べることないっすもんね。半肝食うか、あんま食ったことないやん。半肝、うん、他人の人みたいな感じだ。すごいな、ここ見るとマジで変わり種好きな人みたいだな。
白子やばかったもん。はい、ありがとうございます。おー、ふどろき。ふどろきやん。ついた。かっこいいな。でかさ。でかい、めっちゃでかい。やばい。なんか使えそう、普通に。あります。すごいボリューム。うまっ。これ、うまっすぎやろ。天丼だもん。マジで。唐揚げか。うまいな。めっちゃいい匂いする。うん。うまっ。揚げたてな感じめっちゃうまいな。屋台のポテトみたいですね。そういえば最近すごい人と俺たまたま知り合う機会があって、すごいって聞いたらさ、お金持ちなのかとか有名人なのか、もう答えは王の第二夫人です。これね、高くどこから来た、これマジでヤバくて、王の第二夫人、ちょっとなんか特定されたんであれなんですけど、とある国の王がいるんですよ。その国には王が5人か6人いるんですよ。でそのうちの1人の第1、第2、第3、第4までの第二夫人とたまたま紹介で知り合うのがあって話を聞かせてもらったの。だって世の中でさ、オートークできる人おらんやんか。オートークすごいね。まあまあ、いやほんまにほんまに。オートーク。オーのトークすごくて、まずさ、オーってさ、アニメとか漫画とかの世界にしてやん。でもやっぱ実在してるわけ。で、その国のオーたちの一番好きなものは車らしいやん。なるほど。もう車をコレクションして、だから宮殿やから家が。で、敷地がもう怖いぐらい広いらしい。で、なんかこう、家の中に車を置くスペースがなんかあるらしくて。で、車がもうスーパーカーばっかりが30台とか50台とか、ふわー並んどって。で、それで眺めたりとか自慢し合ったりとかするのが楽しいらしい。まず王の趣味が王の趣味って車ないの。そうらしい、その国ではね。で一番俺衝撃的やったのが、王ってさ、やっぱこう漫画とかやったらさ、わがままみたいな感じで描かれがちやん。傲慢な感じで、そう、嫌なやつみたいな、うん、でもそこの王はガチガチで真面目らしくて、国民のために僕たちは動かないといけないみたいな発言を常にするらしいんですよ。そうなんや。そうだから国民単位で動いとるみたいな、これをしたら国民たちがこうなるから、これはそうこうしようみたいな。で聞いたと、王っていつも優雅に暮らしてるからやっぱ暇してるんですか。そうしたら分刻みのスケジュールらしい。そうか、めちゃくちゃ忙しいです。大変ですよ。そう、なかなか忙しいです。いっぱいいるのに。で、あとすごいのが遊び人っていう人がアンモラムし、そう、なんかちゃんと奥さんを愛しとる、大事にしたい。なんなら基本的にああいうとこってさ、第四夫人ぐらいまでいけるんやで、第四夫人まで持ってない人の方が多いらしい。そう、これ何でかって言ったら面倒の種が増えるから増やしたくないらしい。なるほど。要は最初愛し合っとっても、後々さ、5年後10年後やったらさ、4人怪物が生まれるわけよ。分かる、いやらしいらしい。だから1人とか抑えるとか多いらしい。めっちゃ意外じゃない。もうむしろなんか2、30人なんか他におるんかなと思ったぐらいの感じで。あとめっちゃもろかったのが、王と接するときに絶対にやらなきゃいけないことがあるんですよ。これ何やと思います？接するとき、接するときに敬礼みたいな、そういうのと。これですか？はい、しょ、あ、将軍君、将軍君、実は背中を見せちゃいけないんですよ。何なんですか？何出して？分かんない。だからトイレ行くとかも、はい、後ずさりしながらこう、絶対に王が降るとしたら絶対にこう背中出たらアウトらしくて、アウトだ。どうなる、どうなるか知らんけど、でもアウト、そういうもう決まりらしくて、絶対に背中見せちゃいけないから。王より先、こう先に先頭みたいになってダメってことなのかな。でこれはもう絶対的らしくて、その第二夫人が、まあ、とある芸能人を王に合わすみたいなのがあったらしいんです。その時に行く前に絶対に注意事項として、もうこれだけは守ってくれっていうので言われたらしい。背中を、まあ、その芸能人もその場におって、はいはい、めっちゃおもろくない。え、ちなみにその王の第二夫人はやっぱ綺麗なんですか？いや普通おばちゃんって感じです。どうやってなったのその王の。いやでもなんかトーク力とかすごいんです。え、日本人なの？日本人です。え、ただ結構喋れます。あー、なるほど。娘とか6カ国語ぐらい喋れます。でも日本人が外国語を喋れて王の、その国の王の夫人になってるってことらしいです。どうやって出会ったんやろ、ま、王と。いやそれ分からん。それはでも言っとったらそうなるはずじゃなかった、事故だったと言ったの。事故？事故が起きてそうなったの。どういう事故だ。あとなんか言っとったのは、王はマジのイケメンばっかりしてる。そうなんだ。めちゃくちゃイケメン、もう大半イケメンらしい。もうえぐいレベルのイケメンらしい。だからその王に求められて嫌がる人がほぼおらんし、だからもうそもそもガチガチのイケメンらしい。どこからどう見てもイケメンみたいなレベルの人が大半おらんし。すごっ。そうなんだ。やっぱかっこよくないとなれないんですかね。いやでも基本血筋らしい。あ、そうなんだ。なんか言っとったのは、王が産んだ子供やったら王になれる可能性あるけど、女性側が誰か一般の男を見つけて、はい、そこで生まれた子供は絶対に王にはなれないらしい。なるほど。だからその血縁関係をめちゃくちゃ重視するらしい。そうなんだ。そう、それは難しいらしい、なかなか。やるんだな、やっぱ。めっちゃおもろくない？すごい話や。それもう2、3時間ぐらい話聞いとったよ。話聞いとったよ。めっちゃもうわけわ
かなんすか、それ今まで言えへん話とかもめっちゃあるからめっちゃおもろい。実在してるんですよそんなのが、うん、そこに日本人がいるっていうのがすごいですね。モテるのかな。ただ確かに、ただその人も年齢的にはちょっとぽっちゃりしてたんですよ。だからあれかもしれないですけど、もう昔はめっちゃ綺麗だった説あります。結構年数が経ってない、その綺麗な人の面影があったんですよ。なるほど。アニメとか出てる分かりやすいなんか占い師の綺麗なおばちゃんみたいな、そんな感じの見た目。なるほど、分かります。あ、確かに確かに、うん、そういう感じですっていうね、すごい出会いがあったりとか。すごいな、まあ、最近結構ねヤバい出会いが何個あったんですか。王に一歩近づいてましたね、もうこれで。王ちゃんの人脈は王になるのがもう目標なわけじゃないですか。そうそうそう、だから王に一歩近づいたっていう。マッカルベスうまい。王って動画撮らせてくれるんだ。王なめんなよ。王めっちゃ、王なめんなよ。フンティザミですからね。王も子供の頃はゲームとかするらしい。ガンダムとか、新しい掃除機カップラーメンとか食べるんですか。どうなん、そこまで聞いてない。メスとかヤバそうだもん。犬めっちゃ飼っとるらしい。婦人すらが30匹ぐらい飼っとるらしい。もうそういう次元らしい。ヤバ、もうなんか怖いぐらい広いらしい、ほんまに。だって家賃、日本の家が家賃150万ぐらいなんですよ。はいはい、犬小屋って言ってました。いやいや、もうマジ、まあ、大きさが犬小屋の犬小屋ぐらいらしい。だからそれぐらいの世界観らしい、ほんまに。だから俺らの思ってるその常識とはもう違うわけよ。すごっ、職業オーナー。じゃあ、ヒカさんの前の家、あれ犬小屋だったんだよ。多分そうなるよね。ティーカッププードルになっちゃう。あれですね、ヒカさん。僕ら結構ノーリンクであそこにいたのに。確かにな。こういう展開するんだ。あれが。えぐすごいな。これちょっと溶けてきたんですよ。軽く言います。うまっ。これめっちゃうまい。あのハーゲンダッツのあのイチゴ、イチゴや。あれめっちゃうまい。めっちゃめちゃめちゃめちゃ。引き出しは多すぎて。多い多い。でも全部がそう。普段日常生活から。めっちゃノリいい人やほんまに。大阪のほんまおばちゃんみたいな感じ。喋り方は普通なんですかじゃあ、うん。どうなんだ。めっちゃポジティブ。なんか常にポジティブ。どれぐらいその王のそばにおるの。基本的にはその王の近くにおるんですけど、年に何回かはこう日本戻ってきたりするらしいです。そのタイミングで会ったんですか。すごいな。いやたまたま本当に言われたんですよ。王の第二夫人と会う機会あるけど飯行くって言われて、たまたま空いてたんで、まあ行くしかないかと。そんなチャンスないやろって言ったんですよ。逃したらもう次来なさそうっすか。ちなみにその夫人自体もやっぱお金すごいもらってるんですよ、王から。多分ぽいぽいっすね。いろんなビジネスしてるって言ってましたよ。なるほど。あの日本に土地買ったりとか、いろんなことしてるって言ってほんまに。だ結構だからやり手っぽいっすね。なるほど。全体的に世の中ほんまにいろんな人がおるわ。もうだって聞く話聞く話意味わからなかった。これ動画で話せん話も結構ヤバい話多いあるな。いっぱいそうなんやみたいな、都市伝説レベルの話でもういったらやばそこに広がっとるのこの俺らの思いつくような次元の話じゃないわけよ。確かに。もう意味わからんわけ。想像できないようなのもいっぱいありそう。裏側とかな、王が生まれるまでの歴史とかも教えてくれたせん。すごい壮大だほんまに。王が生まれるまでの歴史って何だだからどういう形で王族になったのかって。ああなるほど。要は王族って初めかったわけじゃないじゃないですか。なぜその国の王になれたのかっていう争いがあるんですよ。元気みたいな話だ。そう、すごない。日本でいう多分財閥みたいなことです。そうそう、王は簡単に言うと日本の天皇に金と権力を持たせたってやつなんです。ああなるほどね。それが王らしいです。日本人で金持ってないじゃないですか、はい、それに金と権力と自由を与えたら王になるらしいです。だからヤバいっす。だからなんかちょっと怖いわもう世界観が。やっぱ僕らはチェーン店がいいっすね。一応最後に、はい、このポケモンカードを捨てといたんでワンチャン王に届けば王がポケモンカードハマるかもしれないとんでもないね。市場から消えますよ多分マジで。王が、うん、俺がおすすめしておきますていうかそんなとこでもポケモンカードの話したんですよ、はい、でも王とかってマジでハマりそうっすけどね全然普通に。王が口か分からんけどその人は口出ましたよ。面白そう。もしかしたらワンチャンあるかもねって言ってました。スーパーカーみたいなガレージの。あと実際にあるらしいですよ。世界的トップアイドルを娘とか息子が好きやからって理由で読んでお金めっちゃ払うんだ。そんなんは結構ザラにあるらしい。もうだから会えない人はいないって言ったら会えない人はいない。どれぐらいの金払ったら呼び寄せるの。いやこれもすごいの何か聞いたなほんまに、まあ、これはちょっと言えへんやつだけど気になる。なんかめちゃくちゃだからほんまにその規模感が意味わからなすぎて飛び出てくる言葉が。でもリアルだから10億とか20億とか払ってポンって呼ぶんちゃう。やばそれだけその暮らせるやんもでした。まあね、でもそういうレベルぐらいの人しかわざわざそんなことしないですもんね。なんかちょっと人気とかじゃ呼ばないですか。それかなんかこの国のなんか大きな仕事をあげるとかね。そういうのありそうですけどね。そしたら行くやん。行きますね。骨作っとこうと思って、うん、
え、王に会わせてよって言ったの。あ、でも会えそうでしょ。会えるんや。普通に会えそうです。会いましょうよ。全然行ったら多分全然招待してくれるって言ってましたよ。だから会えるは会えると思う。9年まで行けるんや。まあ、全然それ行けると思います。やば、行きたいな。一緒に同席してた有名人と普通に行ったって言ってたの、そこでこの王に背中を見せていけないとかがあったり。なるほど。で、スーパーカーとか乗ってる時はもう少年のような顔で乗ってたらしいですよ。めっちゃ好きらしい、本当に車乗んのが。だから多分会えますよ、普通に言ったら。ちょっと多いね、行きたいな。気に入りしてるのも背中見せたらやばいことになるっすね。どうなるんですか。だから失礼って意味でやばいってことですか。多分殺されるとかではないじゃないですか。切られるとかじゃないじゃないですか。失礼ですよっていうことですよね。護衛とかすごいなんですよ。そうっすね、暗殺とかあるさ、そういう。で、貴賓席でいろんなものワードなんか全部見たりしました。このパフェめっちゃこれ高いな、これ。ストロベリーパフェ。普通は普通。いや、うまかった。忘れました。はい、というわけでね、チェーン店生活1店舗目は、おなじみスシローさんだったんですけども、まだ行ったことないチェーン店もいっぱいあるんですよ。こういうところも、ちょっと2日目以降、行けたらなと思います。チェーン店生活2日目。なんとですね、今回、エミリンと一緒に行こうかなということで。ありがとうございます。僕が行ったことなくて、エミリンが大好きなチェーン店を紹介してもらいました。それが、バーミヤンっていう。これね、俺、正確に言うと、もう小学生ぐらいの時に行ったことないんだよ、家族で。でもその時、子供の俺にはこれ合わんかったよね、中華。いや、そうなんだ。そう。だから、バーミヤンはあんまり美味しくないみたいなイメージがずっとあるまま大人になったっていう、そこから言ってるわけよ。よくないですね。いや、めっちゃうまい。美味しいですよ、めっちゃ美味しいです。エミリンちょっとおすすめをちょっと頼んでもらおうわ。マジで何食べても美味しいですよね、バーミヤン。あ、そうなんや。バーミヤンね、美味しくないと思ったことがないです。もう王将みたいな感じ。あ、ほんとそうです、そうです、これが一番の定番って何、このバーミヤンイコール名物これみたいな。なんなんだろう。サイズ行ったらさ、ミラノフドリアとかさ、辛味チキンとか。まあ、確かにないかも。なんかバーミヤンってみんな各々が王将に行ったら好きなもの頼むみたいな。へえ、エビの味はうまそう。美味しいです。これ決まりました。で、めっちゃね、あのメニュー数が超多いので、なんかね、何かしらあります。辛い系は嫌やな。肉団子、チリ玉あんかけ、全部うまそうに見えるな、これ。パパッと見たら油淋鶏が一番人気です。これなんだ。二種ソースで仕上げた、これ油淋鶏。それです。食べてみましょう。私も食べたことないです、油淋鶏。2位餃子。2位餃子。レタスチャーハン食べましょう。レタスチャーハン私推しです。なんかやられた。やります。あ、餃子ね。餃子、レタスチャーハン、私の好きなものです、レタスチャーハン。あ、これが。これ美味しいんですよ。うまそう。あとはもう食べたいもの頼んでもらったら、気になるもの。も結構ガッツリ食いたいな。1食目ですか。1食目17時過ぎてますよ。わあ、でもチンジャオロースとか久しぶりに食いたいな。体に良さそうなやつ食いたいな。まあいいですね。でも体調やっぱ崩しやすいよね、最近先生ちょっと、うん、そうそう。だから野菜を取ってください、しっかりと。あとはまあみんな食いそうなやつ買っとく。野菜ダメね。で、ドリンク。ドリンク何入れる？基本パンはドリンクバーしかないんですよ。バイキングか、これ。これか。バイキングしよう。料理とセットなのでこっちですね。なるほど。本当に来てないっていうのがちゃんと嘘じゃないっていうのが分かります。5人ね。はい。あ、すごい。まあ、一旦これ外食。はい。で、注文カゴを見るにして確定。確定、はい。5000円やって、あんだけ頼んで安っ。ね、いいっすよね。うん。で、エミリンがね、誕生日プレゼントくれて、そう、突撃で持って行って、その帰りですね。そう、新居に来てくれたんですよ。すごかった、新居。びっくりしました。グレードアップしたやろ。グレードアップどころじゃない。てか、それで言ったらエミリンなんでグラビアやったそれだけちょっと一回なんかその整理させてもらっていい？一個一個そのダメっていうか、どっからのオファーなのか気になります。え、フライデーです。オファー元ね。フライデーです。フライデー、フライデー、すごいっすよ。フライデーからなんかあのグラビア入れませんかってオファーが来て、うん、私あの20歳から一応芸能活動というか芸人からやってるんですけど、10年間で初めてグラビアのオファー来たから、今やらないとも一生来ないなと思って。フライデーどうしたの？視力悪かったなんかフライデーなんか、うん、いや、フライデーとあの大手のフライデーですよ。大手のフライデーですよ。誰もが知ってるあの週刊誌ですよ。詐欺やと思わなかったフライデーの名前使ったドッキリ、ドッキリ、ドッキリ普通になんかフライデーさんもやった土の魅力に気づいてくれたんだな。あー、なるほどね。確かに。え、どこで歌うの？国外で歌われたの？え日本じゃない、国外よ。日本ですけど、詐欺じゃないですよ、マジで。詐欺にしたいかもしれないんですけど、残念ながら、ちょっとあの、ね、正当にいただいちゃって。海外向けフライデーじゃないんですか、海外向けフライデー。なるほど。ちょっとなんか、エチオピアとか行ったら、ウケそうやな、ギリ。ちょっと、なんかありますよね。うん、エチオピアでな、めっちゃウケるみたいな。なんか、女芸人さんがさ、海外行ったらめっちゃモテましたね。ありますよね。それにぴったり当てはまりたいの。え、ないですか、フライデー、日本のあの、かの有名な種類からしたら。どうしたどうした？フライデーって言ってます。受けた方に言ってます。どっちもにどうしたい？問いたい。あれ俺だってニュースかなんかなってからめちゃくちゃ DM 来て、エミリンこんなことしてますよみたいな、なんかもう。そうめっちゃ来たよ DM。でもなんか私29じゃないですか。うん、なんか20代ラストで1回ぐらいちょっとグラビアやってもいいかな。ああ、でももうちょっと体締めとってほしかったな。結構なんかこう加工で頑張ったかもしれないけど、ちょっとだらしなかった。そうまだ。結構なんか1ヶ月間なんかその。いやでももうちょっと頑張れたと思うであれ。なんかもうほんまにだから。そうなんですよね。
それもそれ甘かったんじゃだから、うん、実際だ、うん、俺一回見たけど、うん、ちょっとこれ加工でもこれごまかさへんごまかさへんとこまで来てもとんなと思ったけどなもうちょっといけたよ違うんですよちょっと本当に撮影で食べるの重なっちゃって、うん、ちょっと頑張ったんですけど理想とはちょっと遠かったそう理想とはちょっとそれは認めますそれは自分の自覚があるんですけどやっぱぶっちゃけあれってさ加工されとったら細くされてはますけどでもそこまでやってないですよ、多分楽しかったやっぱやっとって、うん、だって本気でやったら多分もっといけるじゃないですか、うん、だから割と多分ありのままは残してるんですけど、なんかちょっと締め切れなかったのありますねやっぱカメラマンの人めっちゃ褒めてくるめっちゃ褒めてきますいいよいいよみたいなえめっちゃいいよいいよあめっちゃ可愛いみたいな脱いじゃおか脱いじゃおかって脱いじゃおかってグラビア分かってます知らないのかなほんとでもそれなんか上手かったですよ演者のモチベを上げてくれてな引き出してくれるわけやろでも私全く分かんなかったからもう操り人形でここに手をこうやって持ってきてじゃあ全部やってくれました一人あごくい違う一人であごくいしてなんかあれですね こういう感じのやつなるほどなんか微妙な角度があるんですって分かんなかったからもう私じゃ上手いじゃない人ってそう手このまま持っとったら持ってきてくださいって言ってこのままこうやってこうやってカスタマイズしてもらってやりました苦労はあるからなでもヒカルさんも撮影やるべきあるじゃないですかポージング自分でやってますいやもう指示されながらもう多いな難しくないですかポーズ撮るみたいな上手い人すごかったレスリー・キーさんとかすごかったあ確かにもうなんかえこれ大丈夫みたいなポーズ撮って写真撮った瞬間めっちゃよくなったみたいなマジックのあれレスリーマジックあれすごいあの人あそれはもうなんかポーズしてとかなくてなんかこうやってみたいな感じでこれ持たされてなんかこう花束持たされてなんかすごいしんどい格好させられて見たらめっちゃよく見えとみたいなへなんかそういうのあったなだ今するためなんか分かってる人完全になんか自分の体みたいな何千人何万撮ってきとうからやっぱもう確かに魅力の引き出し方が分かったよなてかね前に俺がポケカメにちゃまった時にエミリンにその情熱を伝えてエミリンが俺にそそのかされて1枚だけカードを買ったんですよそうですよ結構高いカード買ったんや買ったんですよそれが今なんとね3倍とかなっててバーク上がりです爆上がりそうそうそうすごいだから本当になんかいろいろなんかポケカ投資家みたいな方いらっしゃると思うんですけど、はい、今もやっぱ光先生が一番私の中で信頼できる投資家なのでそう結構高いカードだからただの3倍じゃなくて結構リアルに本当に結構やばかったプラスで2000万とかぐらいいっちゃってうわカード1枚 でしかもエミリンってズボラやんカード取り入ってやったらしくてエミリン買ったんやけど買う約束してお金払ったんやけどカードを取り行くのを忘れとったらしくてカード取ったわけじゃなかったんですけどそうカード取り入ったら気づかのうちにバーン上がっとったらしくてそう、取りに行くの遅くなっちゃって知らなかったわけで上がっとこあ知らなかったです知らなかったですでお金払って振り込みだったんで取りに行ってそのカードショップの方からちなみに今もうこのカードをこのまま売ったらいくらになりますけど大丈夫ですかって言われてもうだってえぐいぐらいがあっとったかほんまにでもそれは本当にヒカルさんにこのカード人気のカードでおすすめされててこの価格としては本当に買ってもいいですかって買う直前に電話した電話した電話したマジで買っていいと思いますって言ったら俺その価格やったら買う俺やったら買うみたいな言われたから一、うん、回以上ちょっとじゃあヒカル先生の船に乗ってみようと思って船に乗ったら、うん、もうすごいスイ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 確かになすごい船ゴーイングメリーゴやったゴーイングメリーゴやったまあでも確かにあの時エミリンじゃなくて俺が買っとけばよかったなと思うもんなっていうレベルですよねいやでもまあヒカルさんの場合もそれやりだしたらキリがないからキリがなかった全部のカード言ってるからで今それでなんか私もポケカ興味出しもしたして、まあ、今対戦にハマってるんですよそうでそれきっかけでもどんどんやっぱ対戦するとポケモン好きになるんでめっちゃ熱くなって今いろいろ聞いてるんですけどなんか例えばこのカード欲しいんですけどどう思いますって言ったらあそれ俺6枚持っとうみたいな何聞いてもえこれ持ってるマスカーってあそれは10枚ぐらいねって言って全部在庫あるんですよなんかだいぶ白書だな普通にでも怖いですねカードショップとかにいてこのカード欲しいんですかって言ってもない在庫がヒカルさんちに多分あるんですよっていうレベルになっちゃってるから、まあ、そういうなんか高額カードに関してはねじゃあ乾杯確かにそれ怖いなと思ってなんかどこを目指すんだろうっていうかえカードショップ開けるんですかワンちゃん高額カードだけやったらカードショップを超えとるやんかヒカルさんがもしポケカを手放してくれたらもう高額カード専門店を膨らますよね作れるなでもなんかむずい手放したくないよな分かりますよ一回持ってもらうたらコレクターとして、うん、愛がすごい出ちゃいますそうその時に買い取りしますかって言われた時にえ持って帰りたいですって本当本心から思いましたそうなってまいなんかうんだから正直ヒカルさんそのお金目的でやってるのかなって思ったんですけど割り切ってビジネスとして、うん、でもちゃんと愛があるんだなってめっちゃ分かるでも好きすぎてっていうのが出たよねね本当にそうなんだなってなんか自分が買ってみてより分かりましたでもやっぱエミリンも、まあ、俺もある程度ちょっとお金は余裕ある方やだからその中でやっとるから心に余裕持ってできるような投資という感覚というよりも、まあ、なんかこう好きやからアート買っとるみたいなめっちゃそうですかわいいそう感じでやっとるのがいいかもなでこれが楽な気持ちでやるのがいいんやろ投資ってな、うん、でも本当にそのヒカルさんにお勧めされて買ったカードを飾るつもりで買ったんですけどそれ価格が上がりすぎて飾れなくなっちゃいましたああまあそれはそうやなあれ危ないからな飾ってたら、うん、だからそれだけちょっと悲しいから本当になんかアートとして欲しいなって感じです、うん
いつかヒカルさんがポケカをやめる時が来るとしたら、それは何ですか？新しくポケカ以上に熱が入る何かを見つけた時じゃない？でも多分私出会ってから、そう、何かハマってるヒカルさんで今一番熱熱いと思うから、多分これ超えることはないですよね。ないな。だからほんまそれだから、愛する人を見つけてしまったんじゃない？うわー、リリエを超える女性。だから現実版リリエ、リアルリリエが出てきた時は、リアルリリエか、もしかしたらってなるよね。でももうさ、いなくないですか？リリエちゃん超可愛いじゃないですか。まあ正直な、リリエちゃんを超える子現実世界いないと思います。海外だとか、もはや、なるほどね、まあ、リリエと似てなくてもリリエぐらい可愛いと思える子はおると思うから、ね、そこに出会えば、もしかしたらポケモンカードじゃなくて、もしかしたら旅行行くこととか観光に行くことが趣味になるかもしれないし。あー、なるほどね。でどうなんだよ、ヒカルさんって多分もう根っからのインドア派というか。あー、まあそれはそう。あんまりこう自由に外歩くみたいな感じじゃないから。あ、最近の来ましたよ。誰だ、猫来てる。猫来てる。最近の俺の趣味はポケモンカード考えとったら欲しくなるやん。だからちょっと買いすぎてしまうと、だから今一旦ゲームとプラスもう一個ハリーポッター見始めて。だいぶ角度変わりましたね。いや、ハリーポッターこれね、そろそろ俺もマグル卒業する時来たかと思っとって。えポケカを。いや、マグルマグルを卒業する時来たわけ。マグルって何？マグル知らんの？うん、魔法使わへん人、マグルってハリーポッターの世界です。なんだ、私ハリーポッター見たことなくて。やばいやん、見た方がいいぞ。なかったですよね、前まで見たこと。いや、俺はアズカバンぐらいまで見たことあって。あ、そうなんだ。で、7話ある中の3話まで見たことあったわけ。でもハリーポッターって冷静に世界で一番売れとる映画の一つなんだ。そうなんだ。もう小説といい、とんでもないわけ。それを見てへんのってやばいなと思ったけど、さすがにボルデモートぐらい聞いたことあるやん、名前だけは。ハリーポッターの、まあ、おじいちゃんみたいなね。敵ボルデモートと最後どうなったのかっていうのを知らずに生きていくの結構やばいなと思って。どうだったんですか？いや、俺も最後は見てないの。もう順番に賢者の石から見ようとしとって。そう、やっぱり、ね、子供の頃に金曜ロードショーみたいなの流れるやん、うん、あれで見るやんか。あの時ってさ、子供やから分からへんことやけど、今大人になって見るとちょっと視点変わるわけよ。へー、そう。だから余計ハリーポッターの世界に入り込めるというか、だからもう子供の頃の何倍も楽しく感じて、賢者の石が。へー、そうなんだ。そう、それこそ子供の頃に結構話難しいなと思ってやめたっきりですね。でも大人になってみたら分かるわけ。そう、そういうことかみたいな。で、賢者の石見るやんか。まずダニエル・ラドクリフっていう主人公ね、ハリーポッターが非常に可愛いわけよ、はい、子供の頃思わなかったの。こいつイケメンでこんな可愛い、だからこう採用されたんだってぐらいいいなと思うわけ、うん、ハリーポッターは確かにイケメンっていうイメージはないかもです。いや、あれ今見たらビビるで。ビビる。いや、ほんまに可愛い。ハリーポッターそんなないやん。ハーマイオニーもめっちゃいいわけ、エモ・ワトソンね。で、そこから秘密の部屋とアズカバン見るやん。まだ見てないけど俺、賢者の石一旦止まっとうから。今日見ようと思ったんだよ、秘密の部屋。予告見たんすよ、秘密の部屋の。めっちゃ大きだって、ハリーこんな成長するみたいな。ハリーがもうあれですもんね、大人になるまでずっと同じ人なんですよね。そうですよ。だからハリーの成長物語を何十時間で見ることができるって、人の人生の一番こう輝いてる瞬間を合計19時間ぐらいで見れるわけ。一本 2時間半やから、すごいなと思って。やっぱ海外ドラマとかやったらさ、長いよ、100時間とかかかるわけやん。でも映画でさ、それをさ、あの7部作続いてる映画ってあんまないやん。それずっと主人公一緒なんや、見れるわけよ。ハリーポッターって結局7作品全部一緒なんですか？一緒、同じ役者さんが全部やりときだったんですか？そう。すごい。あ、そうなんだ、知らなかった、それすら知らなかったです。すごい。だから今もマジでおすすめです、ハリーポッター。何がそんなヤバいってなるんですか？内容は全く知らなくて、魔法を、この2時間半こんな飽きさせずに展開詰め込むんかっていう。でしかもちょっと子供が見たらちょっと説明してくれよみたいなところがやっぱあるわけ。でも大人になってみると、もう理解できるわけよ、あ、そういうことやったんやみたいな。だからすごいなと思って、展開が2時間半にこのよう詰め込んだなみたいな、こんな面白いのっていう。まあそれみんな知っとうと思うけど、そんなこと。で今ネットフリックスでさ、ハリーポッター出とって、ランキング入っとん、ずっとランキング上位おれん。確かにネットフリックスで見れるんだ。見れるんだ、全部。そもそも知らなかった、それを。だからやばいな、熱いっすね。めっちゃ熱い。いただきます。嘘でしょ、めっちゃ熱い、うん、スンってなんかちょっとエビ迷うから、ちょっとまあエビもじゃあ、はい、あ、食べます。じゃあ私推しのレタスチャーハンから食べます。いただきます、はい、うまっ。美味しいっすよね。これ何ぼすか？これめっちゃうまいぞ。400円。399円。チャーハン、お茶を食べます。ありがとうございます。美味しい、私のレタスチャーハン。これやばいね、エビマヨ。エビマヨは食べない。くそうまいよ。うん、確かにうまいな。あんま違うかった。エビマヨの方が好きだったんですね。うん、うまいけどエビマヨの方が好きやな。え、そう、私レタスチャーハン超好きで。いただきます。うまっ。てかもうこの無人っていうのがすごいわ。え、ね、猫が働いてるんですよ、ここ。ちょっとなんか味が薄く感じるな。薄い。王将のチャーハンとかと比べると。あー、私この薄さが好きなんですよね。あー、なるほどね。ヘルシーな感じするもんな。味濃すぎるのあんま好きじゃなくて。美味しい。あ、これもうまい。食べたい。これ1位ですよね。ビューリー1位。食べてみましょう。マーミーが1位。いただきます。うまっ。いや、おいしい。逆にこのエビマヨとか味の濃いやつと一緒に食えば、レタスチャーハンめっちゃより生きるな。うまっ。
いい食べっぷりですね。最近やった面白いことは、エミリーに聞けなかったと思うけど、入江さんの誕生日会ってたんで、入江さんってこういう目立ったりすること俺嫌いな人だと思ってたんや、だから誕生日会なんかするんやみたいな。でそのクラブみたいな貸し切ってさ、結構な人数集めて、まずはマグロの解体ショーみたいな、こんなパリピなことするんやみたいな。ね、場所もめっちゃ六本木の港港みたいな感じでしたね。ね、でもすごいなみたいな、ミレイさんもこんだけ支持されて人気やったんやなみたいな。で解体ショー見てなんか結構乗ってきたわけで、最後らへんになってきたらなんかミレイさんがいきなりその DJ ブースの上立ち始めて DJ イリエでミレイさん、イリエさんこうなんか飛びながらやってましたね。やってましたね。いや俺びっくりしたの。DJ 入れてた。え、DJ 入れてたんすか。あのお立ち台に乗ったやろ。それ見てどんな反応だったんですか。盛り上がってたの。そうですよ。俺それ見てめっちゃ笑ってもて、キャラ変したんかなみたいな。え、それ入江さんはなんかやらされてる感じなんですか。いや、もう自分が。そうだ、嘘だ。ちょっと体斜めになってたもんな、こうやって。乗った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 。入江さんってどっちかっていうと、それをやってる人を見てヤバくないっていう側だと思ってました、うん、なんかもう無理なんだけどこういうノリみたいな。俺結構こういうの苦手なんだけど。でもあれ天地の影響あると思うな。DJ 天地もそうやで DJ 入江になっちゃったんですけど、そうそうそう DJ 入江っつってスイッチューバーってこうやって入江始めてやってましたよ。それだけ見なかったな。いやあれ俺めっちゃマジか。でも入江さん楽しそうなもん。楽しそう。それで俺あの初対面の子とかって結構なんかその有名な子おったんやけど、入江さんってこんな人なんだって言われて、うーんって俺がちょっとなんかそのちょっと俺も恥ずかしくなってきたなみたいな。DJ 入江がヒカルさんのお仕事周りやってる人なんだってなったら、ヒカルさんもそっち側の DJ 側のってなりますもんね。俺はなんかこのセンターの VIP 席おったんやけど、佐々木さんちょっと離れたことある。 DJ 入江始まった瞬間だけ目合ったもん。佐々木どう思ったら悪いな。これ人間だったらそこしかやだよ。お前光くんどう思ってんかな、うん、ちょっと見たいな。あれ見たらガチだったもんね。ほんまに見たかった。それのために行けばよかった。私やっぱお酒飲みすぎたからちょっとあれだなと思って、うん、餃子食べます。食べよう。はい、あれ笑ってもたらマジマジで面白いですね。え、もう今その話だけだったらなんかちょっと持って話してるのかなって思っちゃいます。想像つかなさすぎて。いやそう、そう思うやん。俺もだから異様疲れたもん。異様疲れ。いやいや思ってましたよ、はい、いやほんまにそのあこう DJ するんやみたいな。でも楽しそうだったけど、ちょっと前から僕最近 DJ ハマってるんですよって言ってたんですよ。僕 USB 持ち歩いてますみたいな。あの時にあこのためにやってたんだ。DJ 天地から DJ の流れが来てるところですから、ね、DJ 入江が今から来るかもしれない。入江さんさ誕生日にやったじゃないですか、はい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 、これをフェスにしていったりしてましたけどね。ああいうのちょっと好きなんやなって入江さん多分イベントみたいな。だから潜在意識の中にあったんですね、今までそのなんかフェスをやってなかったけど。じゃあその入江フェスみたいな感じでなんか夏に毎年やるかもしれない。俺らなんかいい入江って言われるのか最近。行けばいい入江。俺ら頑張り入江って言って頑張り入江かわいい。エクバイイリエ欲しいな。エクバイイリエ、うん、で振り向いて涙流してる。めっちゃちっちゃいリップセット。俺らそのイリエさんがアンケート見たら全力イリエっていう。イリエの全力。イリエの全力。でもあの時そのイリエでリーリエに俺がハマった時に、どっちどっちもイリエとリーリエにハマった時にリーリエとリーリエがちょっとゴロに取るなみたいな話だったわけ、はいはいはい、俺キャスしながら。そのタイミングでリーリエさんリーリエ2枚買ってん。へえ。それめっちゃ上がっとっていう。リーリエさんも今リーリエめっちゃ大好きやってるっていう。ヒカルさんってなんだろう、プレゼンが前のかな、欲しくなるってこと、欲しくなる。ハリーポッターもなんかちゃんと見たくなってるし、あと私最近、うん、マジで月一にコストコ行くんですけど、チョンカキムチ一生買ってます。うまいよな。マジ美味しい。最近さ、銀太と相馬さんで福岡行ってん。その時に2年ぐらい前に俺相馬さんと福岡のタイ2人旅した時に、前田屋っていうお店をたまたま見つけて、同じ名字やったから、うん、でめっちゃうまいって言ったんや。2年か1年経っても未だにその効果で行列できるらしい。すごい。それまでは人気店やったんやけど、過去一のレベルで反響あったらしくて。なんなんすかね、プレゼンがうまいのかな。本当のこと言ってるから、あんま嘘つかないから、美味しいってのは本当に美味しいんだろうなって思うんでしょうね、多分ね。このエビマヨやばいぐらいうまい。もう1個頼んだ方がいいぐらいレベルうまい。うまっ、プリプリ。エビマヨってうまいな。どうですか、バーミヤン全体の印象は。うまい。ボリュームが一個一個あるから、頼みすぎた感あるもん、ちょっと。あとさ、この円卓テーブルっていうのがあるの面白くない。これ回るやん、これ。比較的。これ回らなかった。これが余る。おお、来た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 
ですよ。ありがとう。友達になっちゃった猫と。 DJ とかやったことありますそっち系も。なんか私なんかその絶対向いてない。私もそうですよ。恥ずかしくなっちゃったから我に返っちゃうんで多分。羨ましいですよね。でもなんか天ちゃんちゃんとかやばいじゃないですか。なんか山みたいなとこなんかこんな感じでも。天気もすごい。あれできたら人生めっちゃ楽しくなるだろうなと思うんですけど。まあ羨ましいよ。ボーリングとかカラオケとかでめっちゃ騒げる人って。羨ましい。エミリーの最近のさ変わったの曲ってあるの？この今俺会ってへん間に変化みたいな。グラビアはしました。なんだろう。上手な。でもなんか最近本当になんか一人で好きなことしてる時間が一番楽しいなっていうことに気づいて。一人で地方行ったりとか、一人でディズニーランド行ったりとか、一人でなんかいろいろ行ったりとか、ずっと一人でいるんで。一人ディズニー？そう。やば。でもそれがやっぱ一番自分で楽しいんですよ。合ってるなって気づき始め。すごいな。でそれを動画に撮ったり、YouTube も撮れるっていう、なんかやりたいことやってて YouTube が撮れてるっていう、綺麗に回ってる瞬間がある。それって俺2ヶ月後ぐらいにディズニーの予定1個入っとくの、プライベートで。そうなの。プライベートすごい。そう。え、女の子ですか？じゃあメンバーが4人でニューハーフの子と女の子と男2人。へえ。それは何面ですか？入江さんのバースデーでやったっていう。すごい。待って、やってること DJ じゃないですか。もうなんかバースデーで出会ったことディズニー行くんだから今度元から行きますよ。元からニューハーフの子と男は知り合いって、女の子なんか初対面。ガルさんがプライベートでディズニーって楽しんでる。誘われたからとりあえず一回乗っかってみようかなっていう。すごい気持ち。大事ですよね。私思うんですけど、結局恋愛とか彼氏とか一人でいたら絶対無理じゃないですか。だから結局そういうところで、そういう誘われたところに行くことによって人脈が広がって出会いが広がるじゃないですか。だって俺8月の予定とか立てたことないからさ8月のプライベートの予定なんか立てへんからさ。確かに。もう忘れたことないんだよ多分その頃には。明日かみたいになると思うけど。普通に撮影の予定入れそうですね。間違えて。まあまあまあな、その数あるよな。いやまあ行こうと思っとうけどな。でもそういうなんかこう撮影以外のことで外に出ていくっていうことが大事だっていうのを気づいた。ああ、じゃあそれもある。分かります。そうすることでめっちゃトークの幅が広がるわけ。その入江さんの誕生日もそうだし。確かに。いろんなとこ行くことでめっちゃ俺幅広がっとうから、それ今大事にしたいの。それはめっちゃそうかもしれないです、うん、私それで言うと、お前も47都道府県全部回ってるのと、あと来年世界のディズニーランド全制覇したいなと思って、今ちょっと準備してます。何カ国かの世界のディズニーランド。何個だったかな、正確で覚えてないんですけど 7、8、結構あるんですよ。なんかそれできたらなんか全部のディズニーの話できるからめっちゃいいなと思ってね。はい、食べ終わりました。ごちそうさまでした。うまかった。美味しかったですよね。でバーミンやっぱすごいな。安くてうまい。あ、よかった。だってあんだけ食ってるやつで5000円とかやろ。そうですね、4500円とか。5人で5000円ってやばない。そうですね、1人1000円。確かに。めっちゃ食ったよ俺らって。でもヒカルさん昔の印象あったじゃないですか。違うでしょ全然。いや全然別も多分俺昔ラーメン食ったんでなんか微妙やなって感じてやめた。でもラーメンも今美味しいですよ。私よく食べるけど。20年ぐらい前の話だから、もう多分別物になっとるやん20年経ったら。バーミヤンこんなうまいと思ったな。あ、よかったです。一番僕の推しはエビマヨですね。いや、うん、2個食べてましたもんね。エビマヨうますぎた。ちょっと正直、うん、衝撃的にうまさでした。よかったでございます。はい、皆さんもぜひ行ってください。ということでチェーン店生活3日目に続きます。頑張れ。1週間チェーン店生活の3日目、今回はですね大戸屋さんにやってきました。俺ここ初めてで、てか何ならほぼほぼ聞いたこともなかったんですよ。でそのチェーン店の候補出した時に一番下に大戸屋って載ってて、あ、こんなとこあるんだと思ってたら、ほんと昨日タイムリーでご飯行ったんですよ22時ぐらいに。でそこでご飯食べてた子が大戸屋の大信者でえぐくて、もうたまたまに俺がこのチェーン店生活しょってんで、なんかどこかおすすめあるって来たら、いや大戸屋行ってほしい。一番最初に出たチェーン店が大戸屋って、その子第1位第1位大戸屋でそれも珍しいと思う。マジで好きすぎらしくて、家族全員が大戸屋のほぼ信者で、なんならその子料理が好きらしいんですよ。で大戸屋の料理に並びたくて、そのためだけにキッチンのバイトしようとして、そのガチベースの面接行ったらしいんです。すごい。行ったよ面接。行ったけど通るならワンチャンみたいに言われて、しかももう週1しか出えへんから何の戦力にならへんって言われて無理やったんやけど、それぐらい大戸屋に出て熱量異常だったうまいと思ったもん。俺それ昨日聞いてきたから、より楽しみと。そう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 。でここっていうのはめちゃくちゃ健康的な食事が楽しめるっていう、うん、パッとねこうメニュー見るとめっちゃ多いんですよね。まあ、確かに多いな。ここでね多いわけよ。種類がすごいですか。そうで一応一番人気は聞きました。一番人気がこれや。あんかけの黒酢あん、これがナンバーワンらしいんだ。すごい意外よな、うん、意外。定食はマジ人気らしい。定食で行ってみようか一回。めっちゃ選べるやん。めっちゃ選べるやん。すごい。まあ、これはもう五穀とかのインチは体には。味噌汁、麦味噌汁、味噌汁かな。まあ、ちょっと適当に頼んでみます。パッとなんかヤバそうなやつ。これめっちゃうまくたらチキン南蛮とかヤバいな。なんか全方向攻めてますね。いやほんまほんま攻めすぎてなんか多分もう血まったか分からんけど見て見て山盛りパクチーとかあるもん。パクチーは確かに好きやんか。おるんやろ。なんかおかしいですもんね。名前も出てもらえ
がもう顔マンガイとか聞いたことない名前とか。どこまで見たの？それは別に有名です。顔マンガイは有名だから。有名です。顔ガイガイみたいなさ。顔ガイエンね。顔ガイエンね。オッケー。頼みました。7000円ぐらい頼んでるので結構すごいな。まあ言っても4人いるんでいい感じなんじゃないかと思いますね。実は今日すごい人事で、昨日22時ぐらいにそのご飯行ったんです。で話がこう弾みすぎて、まあ話弾んで 2,3 時間話すことあるじゃないですか。7時間話してたんですよ。え、どういうこと？1対1です。1対1です。これガチで、これ1組で来てびっくりするんやけど、まあ、22時が始まるやん。1組もさすがに何分打ってもご飯ってまあ3時間ぐらいで、だから1組も待ったわけ。とりあえず22時から1時まで待ったらしいんですよ。でもなんか連絡も来へんと、あれみたいな、どうしたんだろうってなったらしいんです。でもまあ北原さんから連絡ないし、もっと耐えるかって言って一回なんか寝たらしいんです。でもまだ連絡なかったから1組から俺3時に連絡取って、5時間後、3時、これ5時間ご覧人っておられますかもう帰ったかもしれない。そうそう、もし帰っちゃったかみたいな。そう、帰っちゃったかみたいな。なるほど。で相手の子も運転手おるかったから、相手のこの運転手の同じタイミングぐらいでまだいますかみたいな。あ、なるほど。でまあおるから大丈夫って送ってん。でもう店も入江さんの紹介で教えてまで見せたから、なんか本来閉店23時ぐらいだったらしいんですよ。でも入江さんが、まあ、光さん特別なんで、まあ、知り合いの店なんで、まあ、大丈夫ですよみたいな。だから俺 もそこまで仲になると思ってないから、まあでも言っても24時ぐらいで多分帰ると思いますよって言って、全然3時まで乗ってよ。で3時まで乗ったんやけど、じゃあもうそろそろ帰るかみたいな、ちょっと空気になるやん。でも俺トウモロコシ頼んでも取って追加で、そのタイミングでどうしてもちょっとお腹が空いて、もう2週目じゃん。10時から行って3時に追加してるんですか。でそれで店員さんの時にトウモロコシ行けますって言ったら、店員さんも笑いながら、トウモロコシはちょっと考えてみますねみたいな言って、まあなんとか頑張っていけそうですみたいな。トウモロコシ届いたの1時間後ぐらいだったよ。4時どうやってトウモロコシ届いたのみたいな。トウモロコシ上がってきて、でそれ食べて出るってなった時にもう朝の5時だよ。5時やば。朝の5時で俺1組連絡しても電話してもなんか電波が届かないみたいな。なんかで、その相手の運転手も返してもったんで、遅すぎるから、はいはい、タクシーじゃ呼ぶかってなって、タクシーもなんかあんま捕まらなかった時間的に。さすがに組近く止めとるやろと思って歩いとったら、外周ぐるっと待ったとこにアルファ止まっとって、よかったよかった、あいつは寝とんやろなと思ったら、案の定寝とって、そしたら意見めっちゃ無駄な顔で、社長本当にこれどうしたんですかみたいな。本当にもうおかしくなっちゃって、もう三の寝しましたよみたいな飛び出して、イクミ何しとったんやったら、もう本当お腹空いたんでみたいな、車内でウーバーイーツ頼みましたみたいな。あいつ車の中でウーバーイーツ頼んで、すごいな。車内ウーバー、そうそう車内ウーバー、どっちいるの、聞いたやつ何頼んだって、うどん頼みましたよ。そんな人間じゃない、しかも結構食いづらそうなやつ。そう汁もいってる、汁も全部いっちゃいましたよってで、そんな1日終えて帰ってきて、寝たのだからもう7時とかなんですよ。で俺次の日予定やったよ、12時起きぐらい、5時間ぐらいしか寝へんわけ。5時間寝てめっちゃ眠かったわけ。あもうこれもうリス消した方がいいんちゃうぐらい。でもその次に入った予定が絶対リスケできん予定やったんで、2個とも。こっからこれすごいんやけど、この話、まあその起きて、やべ何とか向かうかみたいな。でも俺ちょうどめっちゃ高い目薬を最近買ったやん、はいはい、今まで俺コンタクトしとったけど目薬を刺さへんかった。でも目薬いいですよみたいな聞くわけ。疲れた時目薬一発刺したら回復しますよみたいな言ったわけ。日本全国一番高い目薬探してるっつって、全員スタッフたちがこう全国散ってたシャーって目薬探して雲のように散ってたわけ。みんなが集まった時に見つけましたと、これですって赤色のもう真っ赤っかの目薬、真っ赤っかの何やこれみたいな。1個3000円するの、高っ、これやばいと思いますと。で俺それ刺したやん、怖いぐらいグラマス使いなんて、ほんまに、ねえねえグラマラス使いなんて、グラマラス使いマジでえぐい。なんかもうポケモンのフラッシュ食らった時みたいな、ああすごっ、カーンってもう目が見えなくて、もう1分ぐらいずっともう目が開けないみたいな、しみるんですよ、はいはい、痛いというかなんかこう振るみたいな、カーッときて、なんかほんまにこう理科室でヤバい液体目にかかってるみたいな、あまあ例えるのあんな感じよ。もうなんかもう目が開けないみたいな、やけどしたみたいな、しみるみたいな感じ、めっちゃしみるみたいな。で涙がブワーッて流れてきて、2分後ぐらいゆっくり目開けたやんか、ビビるぐらい目覚めて、もう疲れが全部取れてるんですよ、目の疲れが、すごいやばい、もう完全回復して一滴一滴垂らされる、すごいな、えぐいマジ で。それでもシャワー浴びてめちゃくちゃ元気で、それで部屋に行って、でその後リスケできないよって言ったのが、一発で宮迫さんとの予定だったんです。宮迫さんとは結構ね同じで取らしてもらってるんですけど、冷静に考えたら宮迫さんとの予定ってすごいやん、すごい。その後ダブルヘッダーでその1時間後ぐらいに陣内さんと梶原さんやったんすごっ。冷静にそのリレーやばない。でなんかもう俺からしたらスーンなってきた方かもしれんけど、振り返ってんの俺、いや今思ったらすごすぎんかと思って、とてつもない売れっ子芸人さん3人と同じ日に会うって確かに。しかも俺そんな予定があるのに、なんで朝の7時まで俺ご飯しとったんやろって思いながら、忘れとったんやろ多分それ。いや覚えとったけど、まあいけるかと思った
俺ならいけるっていう。絶対さいけたい。まあいけたら。でその後それで3本目させて今ここ来とうかな。めっちゃ元気じゃない。めっちゃ元気っすね。ありがとうございます。これめっちゃうまそうだ。サラダを気になるって頼んでみたっけ。ポテトサラダ。あとこの豆腐。これうまそうじゃない。見て。うわ、やばっ。珍しい色のこれめっちゃあるじゃない。あとほうれん草の5枚。わあ、それ絶対うまいわ。大好きなやつ。いただきます。まあ、メインは来てないんですけど、野菜でね美味しいって大事ですから。健康にいいから野菜。結局さ、ガチでしたら絶対野菜食べれる。食べる。この年だったら。じゃあ最初このポテトサラダから。あのポテトサラダめっちゃ好きやから。うまそう。うまっ。こんな味しっかりしたポテトサラダなかなかないよとかちゃんとしてるな。これうまっ。何や食べるの。これ一回とこれ。マヨネーズしっかり効いたポテトサラダマジないで。あ、ほんとめっちゃ味濃いわ。これもやばい。味付け音やばい。ちょっと抜けてない。料理で再現したくなってたけど、これガチやわ。その人のなんか一番これ食べてほしいってメニューはなかった。これが一番うまいみたいな、お気に入りの全部うまいって言ってて、期間限定みたいな店舗限定とか出してて、そこで一個いいのがあるらしいけど、今回予約取った店にないから。ああなるほど。これやばいでしょ。なんか色がめっちゃそう、めっちゃ味濃そうだね。浸透されてるか、想像以上のうまい。うまい。一番うまいほうれん草ですね、これ。うん、ドレッシングがちょっと独特やな。関西あんまないんですかね。聞いたことなかったな。言ってすごい量や。量多いの。うわ、もう彼のセンスが正直抜群やん。全部味付け検定多分 SS9 やで、これ。おそらく万人が好きであろう味のところにちゃんと焦点当てといてるか。これ岡田さんやろ。カバンの味噌煮が何ですかね。で、大体これ食べればその定食屋の味が分かるんですよ。そうなんや。でも本当はさ、挑戦的なところはカバンの味噌煮でいいのに味噌サバにしといて逆にするんやったっていう。スクランブルエッグをエッグスクランブルって形やから。うちのエッグスクランブルにするってそんなことある。統治法で使ってこれ。確かにめっちゃ言いやすいですもんね。うまいわ。もう安定の唐揚げ。ボリュアス油淋鶏みたい。めっちゃ好きこれ。これうまっ。人気の理由わかるわ。下手にコンビニで1000円2000円使うんだったらここで食った方が全然いいっすよ、うん、絶対こんなの変になってんの。トムヤムくん、うわこれめっちゃうまそう。トムヤムくんヒカル君絶対嫌いだと思う。これパクチーの。パクチー頼んでないっすよ。誰が頼んでない。じゃあ僕やむっていいっすか。はい。でも僕はタッチパネル触ってないっすよ。僕ウーバーとかでも頼むんすよ、トムヤムくんとか。結構好きなの。トムヤムくんあんま味がなんかラーメンカップ麺とかでもあるじゃない。あ、全然。あ、スープとかのイメージ めっちゃ無理なやつ。こんな感じないっすよね。めっちゃ嫌いっすよ。めっちゃ強いっす。うまい。ちょっと麻婆豆腐。うん、うまい。ちょっとピリ辛や。え、辛め。辛い。どうなの。パクチーになってるとめっちゃうまいっす。これでもめっちゃ辛い。最初見た瞬間うまくなったけど、辛すぎて俺きついかも。うまい。マジでうまい。だいぶ辛い。辛いわこれ、うん、これが一番人気。ちょっと待って、冷静にこれ何本やったっけ。1000円。これ1000円切っとったよ。960円。960円。1000円切っとんやな。これ960円安いな。これです。やばない。これ確かに健康の象徴みたいなメニューだよ、うん、これ960円の、これ1300円。え、高いじゃん。高い。これでいいですか。軽く。あそこじゃない、エビの方がいいかもしれない。あ、いけるかな。あ、でも確かにうまみわかりますね。うまいっすね。タクチーは苦手ですけど、うん、これが家でさ出てきたら嬉しいタイプのあれやな。こんな健康的な食事絶対取れへんやん。絶対無理だな。なんかこのプロ野球選手の奥さんとかが作ってそうな、フードアドバイザーみたいな。ちゃんとさ野菜とかも取るけど味付けしっかりしようから男でも食えるやん、うん、味濃いのじゃなくて食えませんみたいなのおるけど、そこも受け入れるっていう味付けしてくれとるのがいいな。これいただきます。うん、うまっ。確かに大戸屋シェフ一人事務所いたらめちゃくちゃ充実するっすね、これ、うん、これあれなの。ウーバーでもあるの。大戸屋ありますね。あるやあるや。 あるんや。これちょっとレギュラー入るな。めっちゃいい道教えた。話戻るけど、芸人さんとこんだけ会えるっていうようになれたっていうのがとてつもない財産やな。レジェンはすごいと思う。ただの一 YouTuber がこんなにも会う機会をもらってるっていう。でも知らず知らずのうちにすごいレベルアップすると思う。普通に普段の何気ない会話が全部おもろい、うん、あいつらほんまに、うん、今日の陣内さんのがやばかったよ。ほんまにすごい。もうなんかその、はい、言っとエピソードはめっちゃ普通の人ないほんまに、うん、もう前さんぐらいのエピソードほんまに前さんほんまに前さんと普段話すのがなんかもうしょうもないやつなんかもしれんけど、もう言い方一つでこんなおもろなるんやみたいな。しかもその2回さんが同じ話しとるわけよ。前の動画でもそれ話したしっていう内容をちょっと意見変えるとか声のトーン上げたりとか、あれ一つでこんなおもろくない。別物みたいな感じ、うん、すごいよ。マジでエグいよな。ほんま怖いよな。陣内さんは会うの2回目やけど、梶原さんとか姉さんとか何度も会っとるやん。それはすごいことや。何度会っても怒るから、うん、もうそこは恐ろしいよ。面白いですね。
なんか飽きてくるとか衰えてくる、そんなのないから、ね、引き出しが異常な量あるじゃないですか、うん、すごいよ。宮迫さんなんて結構何回も会ってるから、まあ、聞いたことある話も正直あるわけじゃない、うん、まあ、寄ったら同じ話しますね。でだから僕らオチ知ってる話でもおもろいですね。もう俺はああはなれへんって分かったけど、そういう人といることで確実にいい影響があると思います、うん、絶対にこのポジションを他の YouTuber に譲りたくないなっていう、そう思う場所にもおるもん。平成におらへんもん。宮迫さんと旅行行けたりとか、陣内さんからまた来ましょうって言われたりとか、ありえへん。まあ、1回だけで終わってないっていうのは、いや、ありがたいもん。 そこや、まあ、そこが一番大事だ。1回で終わりやん。まあ、梶原さんとかだってもう何十回も撮らせてもらったわけ。あとの TKO さんとかもな、まあ、撮りましょうって言ってくださったりとか、そういうポジションに入れてるってことが嬉しいし、ありがたいな。だからなんだね、最近もう YouTuber の人より芸能人の人のコラボも手出し多いもんな。結構異常なこと、普通に考えたらさ、正直、謙遜して言いづらいって言ったけど、お前らじゃここに来れねえよ。ガチな話だな。このポジションほんまに難しいと思う。いや、無理だと思う。立ち回りとかも含めて。もう全ての YouTuber の人に言うけどな、お前らは番宣1回限り、そういう限界や。行けても、まあ、ラホさんとか、この辺かな。でもラホさんには残念な数字がないっていう。悲しい現実があるけど、ここでいい現実あるけど、実力的にはね、確かに、ね、まあ、得意やけど、そこにこうね、入れるっていうのも、やっぱちゃんと数字持っとるからってもあるやろうし、まあ、もちろんありがたいことに、宮迫さんとか梶原さんの影響で、2人と絡んでもいいかぐらい、思ってくださる人が多いっていうのもあると思うし、これはマジで最高。でも俺、これ、何年間も言っとったよな、どんどんこうなっていくんだ。まあ、言っとったな、それ。俺、まだまだこれ、加速すると思っとって、もっと増えてくるんじゃないか。そうしたら、ストックの部分って言ったら、一人勝ちみたいな感じになるもん、YouTuber の中で。そこは、ね、そこのジャンルは、もう全部だって、そこ、もうあれで広げる。だって勝松さんともまたもう一回コラボさせてもらえるかもしれないけど、すごいから冷静すごいだね。すごい普通に勝松さんってやばいやん。いやいやもうほんまに、まあ、俺テレビっ子だから元が実力ももう分かるし全部は知らんねん。でももうとてつもない能力を持った俳優陣やから全員。マジでいやもう俳優陣ほんまに。俺普段かかったらもうクリリンとかやクリリンにも行かへんやろ多分。もう地球人ばっかりやろほんまに。いやマジででもそうやまさかやじろべみたいな感じで。そうやでもそうやほんまにそうやマジでそうや。確かにあの辺全員サイヤ人みんなスーパーサイヤ人普通にはなれるもん絶対絶対なれる。スリー、スリーとかスリーとかほんまにリアルにそういうレベルや。物語後半宮迫さんだったらラスボスやな、ね、物語終盤に出てくるだけ。そういうレベルだと格上がりとってやばいな。ここでやっぱ満足せずにこれいかに吸収できるか成長していけるかっていう成長した姿を見せれるかっていうふうに思っとうけど、あいつたちが実力見るやん。再生数とかもちろんあるかもしれないけど根本的にはこう実力とか人間力みたいなの絶対見とると思う。だからそれをその次やった時に更新していけるかどうかっていうのもやっぱテーマやな。マジですごい日やわ今日一日。まあここ最近ずっとそうだけどありえへんが恵まれた。今日なんてもう元気すぎて、まあ、本来もう寝たいや普通も。で普通はそうだね。これ終わった後タブちゃんとってお世話のと俺アズカバンの主人見ようとしようかな。ハリポッターハリポッターのアズカバンの主人。アズカバン長い当てる時間あるんや。2時間40分あるからな、うん、アズカバン長長、うん、最後はテレビでまあ言わなかったエクスペトロバトローナーという感じでね、もう本当にありがたいことにね、日々充実した生活をさせてもらってます。というわけで、これちょっとまあもうカメラ止まってからね、ゆっくり食べさせてもらって、3日目、大戸屋さん。ガチで、もうお世辞抜きで、相当トップ級にうまかったです。味付けがもうとにかく好きです。体にいいっていうのも、でかいです。ポイント高い。ポイントが高すぎる。で、味だけで見ても、別に体に悪くても、もう一回多分来るだろうなっていうレベルなんで、ウーバーイーツレギュラーをほぼ確定かなっていう。見かけたらちょっと普通に入ろうかなって思うレベルで。でしかもなんだかんだまあ、やっぱ安いんで、このボリューム感で、まあ、1000円切ってるっていうお手頃感。なんか、店内なんか落ち着いてて、ちょっと、大人の空気感があって、まあ、確かに話しやすいというかさ、はい、こんな感じで4日目に続きます。チェーン店生活4日目ジョイフルパーティーイエイ。今回レペゼンの丸とジョイフルを食べていこうと、まあ、丸地元が福岡なんでやっぱジョイフルが一番もう身近にあったわけ。はいそうです。しかも今回ねジョイフルなんとですね800万食突破いたしました。ありがとうございます。マジで光るコラボね累計で800万食はすげえ。そう、まあ、もうすぐこう1000万と皆さんが食べてくださるおかげでかなり売れてるみたいです。すごっ。ちょっと今後もよろしくお願いします。で今回はジョイフルパーティーということで過去のかなり頼んでおきました。カレーだったりとかドリア焼肉定食唐揚げハンバーグと。すごっ。え逆にこんなに出してたんですか。そう、もう第5弾ぐらいまで出しようかな。第5弾まで出してるんですか。そう。じゃあ食べていきますか。はい、いただきます。いただきます。でも俺ちょっと普通にガチで米食いたくて、俺さっきまで8時間ぐらいの撮影しててめっちゃ腹減ってるんですよ。今日時間なくてもう深夜やからマルが来てくれて今日語るで。まあ、撮影外で外です。外ね濃すぎるんで話が。うん確かにな。ここできんうまそう。やばマジで腹いっぱい。まだじゃあ食ったことなかったのか。唐揚げはあります。ハンバーグだ。ハンバーグはあります。ハンバーグも久しぶりに食いたかったんだ。しかもお母さんから毎回写真送られてくるんですね。ヒカルバーグ食ったよとか。お母さんとめっちゃ話したからな俺一回。いただきます。
出してるし、俺のお母さんとめっちゃ話す、うん、うまっ、いただきます。最高、うまっ。頑張ってよかった。今日マルと久しぶりにゆっくり話せるから、それが楽しみやったわ。今日確かにちょいちょい会ってはいたくてもね、がっつり話す機会なかったから、うんうん、なんか場所もうるさかったですね、クラブとかなんか、うん、誰かの誕生日会とかで、うん、最近どうですか。今順調や、まあ、でしょうね、うん、でしょうね。順調じゃない時ありましたっけ。いや、あるけど、まあ、限りなく過去最高に順調。へえー、家も引っ越してこんないいとこに。びっくりした。いや、びっくりしました。広すぎでしょ。光くんって引っ越した理由はなんか変なやつがいるみたいな感じですか、うん、普通のファンに家バレたことないですか。来たことないな、インターンを鳴らしてファンですみたいな、一度もない。だから意外にないんやなと思ったら。最近は誰と会ってるんですか。いや、YouTuber あんま来てないな。コラボしたの誰ですか。相馬さんとか。あー、 YouTuber でコラボした人あんまないかもな。まあ、エミリンとか最近マジないから。芸人さんとか多いやな。うん、コラボしてましたね、陣内さん、うん、どうでしょう陣内さん。やばいぐらいもう、やっぱちょっと芸人さんはちょっと格違います。違うな、もうなんかもう生きてきた世界が違いすぎて経験値がもう桁違いないと思う。でも芸能人もめっちゃ会ってますもんね、光くんは。まあでもそういう人もあるもん、会ってない芸能人には。いや俺会ってないし。結構あるんじゃん、人脈強いやん。いやでもさすがにあのほんまに売れとる、めちゃくちゃこうヤバいっていうのに、藤原竜也さんとか急な人はもう一切お目にかかれないしね。あのレベルはなんか偶然会えるレベルじゃないもんな、はあ、もう正直さすがに待ち伏せしないと無理ですね、うん、どこにいるかとかすらも分かんないですよ、うん、運んだりしないんですか。全然何もしてないな。まずどうなの。僕は最近めっちゃ飲み散らかしてます、夜ずっとだよね、はあ、それ別に変わらず変わらずです。でもなんか銀太は家おるって言ったら引きこもったもんね。そのさ、飲みモチベみたいな下がることない。やっぱ楽しい。楽しい、ほとんど付き合いですけどね。やっぱそういうとこから発生するお仕事もあるんで、割と飲みの場も知ったもんじゃないかなとは思いますけど。確かにな、経験にはなるよな、飲みの場おるっていうのは。ただ俺の持論があるんやけど、飲みの場に頻繁に来るやつは本当の意味で成功してないっていうマジですかっていう持論もあって、あ、社長さんとかおるやん、よく来る人ほど中途半端な成功してるっていう。あ、意味でもマジでこのヤバいっていう成功しとる人はあんま俺おらへんみたいな。要は現在進行形で努力しとるかしてないかの差で言ったら、飲みにいっぱい来れるとって言って、現在進行形であんま努力してない、飲んだらコンディション悪くなる次の日もっていう意味でそういう人多いかなって。まあそれかもう成功しきって全てを終えた人はもちろん飲みやるとかもしれんけど、基本的にはちょっとお金持ちましたみたいな人が多いイメージやな。でもやっぱ夢語る系多いけどな、まだまだ上行きますよみたいな意識高い系やけど、飲みの場に来すぎてそっから上行けてないみたいなマジでそういう人多い。心たえれん。うまくいますもん。めっちゃいます、うん、で俺もそうならんように気をつけようと思ったもんな。やっぱ意識高い人が集まるから、そういう場って話しとったらなんかめっちゃなんか自分が成功していくような感じに錯覚するわけ、はい、でも実際結果伴わへんというか、何もしてないなっていう結論。でもヒカル君はじゃあ最近遊んでないんですか。全然遊んでないな、まあ、家で映画見たりとか。ストレス溜まりますやんそれ。仕事でストレス溜まらんから、まあ、体が疲れるとかあるけど、嫌なことしてるわけじゃないから。 YouTube でそうですね、うん、で最近ええー、なーって思う人とコラボしたり出会ったりしました。でもまあもう芸人さんとかになるからな、やっぱ結局 YouTuber と新しい出会いがないもん。だって結構 JP とか最近動画撮ったりするときも言うんですけど、結婚をもう視野に入れるかっていう、あ、まあまあそういうこと多くて。まるどうなの、まだ27とかやろ。僕はまだそういうことはないかなと思ってて、日本にもずっと腰据えてるとかだったらいいんですけど、東京から動かないとかだったらいいんですけど、うん、やっぱ飛び回ったりするから、レペゼンというなんかネームバリューもあってちょっと嫌じゃないですか、うん、女の子的には。可能性はないですけど、マルがもう好きになりすぎてレペゼンしててでもこの人と一緒になりたいみたいな可能性はゼロじゃない。それともゼロなの。今んとこはゼロですね、うん、今後のこと考えたらありえるかもしれないですけど。確かにマルってなんかこのさ、女の子に入れ込むイメージゼロやな。なんかあんまそういうタイプじゃないやん。仕事の方がまだ大事というか、まだそっち優先しちゃうかなっていう感じですね。そういうもんやな、若いしな。逆に30になったらどうなんですか。ちょっと意識しちゃいないで。おー、30になって同年代と話したら絶対結婚の話になるから。いや、そうですよね。だから意識し始めるけど、まあむずいやん。はい、食べ終わりました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、うまかった。てかもう食べることに夢中になりすぎた。美味しすぎでした。うん、あ、なんか大半なんかあんま流せへん話しとったわ真剣にちょっとマジな会話をしてしまいました。視聴者にお届けできなかった。そっちがでも本題で丸を話しに来たんじゃない、光。そうっすよ。今日これをするの聞いてなかったんで。松尾龍之介のお悩み相談、はい、話そうかみたいな感じで、あ、ありがとうございますみたいな感じで、今日家に来たらチェーン店1週間生活の4日目って、まあ、ついでに撮ろうみたいな、はい、でマルカさん嬉しいね、それは。いや嬉しいですよ。久しぶりじゃない、メインチャンネルやってる。いやマジで、だってヒカルくんヨボヨボ詐欺してくれるんですよね、僕だってヨボヨボ詐欺結構合ってるんですよ、ちょくちょく。その映ってないとこではそのストーリーとか見てたら分かると思うんですけど、うん、ファンのみんなは会うたんびに次ポケが開封、次どこどこ行くか、うん、撮影呼ぶわって。じゃあでもさ、ヒカマルって需要ある。そうさ、最後のヒカマルの動画、当時
そんな名前もありましたけども、はい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 、もうあれほんまにもう今あるそういうのにないってことですか。需要があるんかなって。でその僕らって共有のスケジュール表みたいなのが最近組まれるようになったんですけど、 Google カレンダーみたいな。だからその僕らは約束してたのに光るフォイ撮影みたいなのがポンって入るんですよ。あれ俺撮影でもなんか俺マルと考えるんやけど、なんか思いつくともうなんか旅行とかしかないんやな。あ、やっぱほのぼの系っすね。そう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 、はい、時間かけだけでものわりによってもギンタと福岡とか行ってますよ。でもギンタはなんかこうあいつおもろいんやなマルはなんか俺からするとすごい一番プライベートに近い存在なわけ。もう満足しちゃうんだ、はい、プライベート落ち着いとで、それがそもそもこう YouTube として受けんのかなっていうのはあって、まあ一回やってみる価値はあるけどな。最近会うのは相馬さんなんですね。相馬さんも定期的に一番会うんじゃない相馬さんが。でも俺マルも相馬さんみたいな感じでなるかなと思ってたけど、やっぱ一回海外行ったよこいつ。ああ確かに。いやそれでかかったやっぱ正直。お前が悪いやん全部。だって名前に上がっとったもん。いやそうや、だから最初に距離を離したのはこっちや。ちなみに言っとくよ。確かにそれはそうだ。ほんまに俺は離れたくなかったし言っても、うん、だからその都合のいい元彼みたいな感じだから、そのやっぱあのタイミングで光と丸のコンビが求められた時に一回離れたわけや。これによってそこの層がもうごっつい消えたわけ。やっぱそこの中でもう一回これやるっていうのは俺にとっての挑戦なわけよ。でやるならヒットする曲やりたいと。確かにそれはそうですね。それをやっぱ考えるわけ。考えた結果旅行が出てきたり、でもこれ銀太といったら面白くないかってなったわけ。まあだからディズニーとかがいいんじゃないですか。マルだとディズニーやな。だから銀太とホイとディズニー行かへんもん絶対。サンリオピューロランドやったらでもまでもミナミちゃんの方がいいかもな。いやまあそのサンリオピューロランドはお前しかない。オリジナル出してた。サンリオピューロランドはミナミちゃんですわ。うん。ディズニーやっぱ行ける？行きたいとこ行っていいですか。ハリーポッターの。ああ。見たハリーポッター。はい。ガチで。ガチです。え何回見た？ほんまにガチで出して。僕全部10回以上見てます。嘘だ。絶対嘘やろ。マジで僕 DVD。お前絶対嘘やろ。DVD 持ってます。10回以上。え？賢者の石から潮吹き秘宝パート2まで。僕 DVD 持ってます。入ってるぞ。マジだ。はい。横丁の名前わかる？ダイヤゴン横丁。うおすごい。で魔法使えへん人のことは？マグ。うおやばいやばいやばい。ディメンター撃退するときの技は？エクスペクトパトローナム。おおすごい。じゃあ物を動かすときの魔法は？最初のやつ。インガーディアムレビオーサ。すごい。これ、マジで？パリ知らんと思うけど、俺タイムでハリーポッター見たよ。人生で初めてハリーポッターを今制覇しようとしって、ワンツー見て、次アズカバン見るわ。そっから俺見るわ。見た後。なんでディメンターの呪文分かったんですか？あ、俺一回その過去と。ああなるほどなるほど。やっぱアズカバンまで見た。そっから先見てなかった。で今ドハマりしとって、なんなら今日マルトの予定なかったら俺アズカバン絶対見とった。このまま見とったら多分7月上旬ぐらいに見終わるわ。じゃあ7月じゃん行く？行きましょう。え、それ撮れる？撮影撮りましょうよ。オッケーだ、オッケーだ、撮影。それ聞いてみないと。それ、アクさん言って。だからこの指輪だってほら。え、これハリーポッターですか？ハリーポッターです。お前ガチでな、ハリーポッター。よみがえり師と、ニワトコロ2と、あの、ロナウトっていう。それ知らんかったな。マルがまさかのハリーポッター信者や。ハリーポッターなんか誰が好きなの？僕は結構ガチでマルフォイなんですよ。ヒカル君に最後まで見てほしいな。最後まで見ると、味出てくるっすね。あー、なるほどね。キャラクターにも味が。今のところマルフォイって、もうちょっとスリザリンで、もう悪寄りなの。でも俺やっぱ思ったのは、こいついつかどっかで嫌ってなるんじゃないかっていう気がしとる。そう、こいつが。なんかこう、スリザリンで父親の影響もあって悪ぶれたけど、いつか気づくんじゃないか、自分の過ちに。で、最後低下するみたいな感じあるやん。主人公ね。結構主人公低下する悪役みたいな。最後そのポジション来るんちゃうかなって、ベジータみたいな感じ。あー。まあ、かなと予測しながら楽しませてもらおうかなっていう。俺推しはダドリーとロングボトム。俺は推しが。え、最初にハリーの家に住んでた、そうそうそう、ハリーと一緒に住んでた子供じゃないですか。ダドリーはロングボトムはなんか、ね、ネビル。あ、そうそうそう、ネビルロングボトム。 あいつ優秀ですもんね、うん、あいつはやっぱなんか役立つかなっていう。なんかこう期待させる逸材やなっていう気はしてる。俺はあいつはむちゃくちゃいい読みしてます、うん、あいつはこれもう最後まで見るともう多分今これ見てる視聴者は光るその通りって言うと思うんですけどね、うん読み鋭いだろね。はい、もう鋭いっすね。鋭い読みしようかな。それ超鋭い、うん、もうそこだって秘密の部屋の時点でネビルファンになってるのは相当鋭いっす、ね、だってまず賢者の意思の時にネビル大活躍しようかな。やっぱ最後止めるわけ。ハリーとロンとハーマイオニーが行ったあかんとこに行こうとするわけ。部屋を、ね、の抜け出してその時にやっぱロングボトム言うわけよ。ダメだよ夜だけじゃダメだよって友達だからって容赦しないぞみたいなこと言うわけ。容赦なく魔法かけられる。そう、容赦なく魔法かけられて寝てしまうわけバーンで倒れて寝るわけ。正義感が強いわけよ彼は。で明らかにワンツー見た感じなんかフューチャー当てられたわけ。
明らかになんかこう特別なやつね。そうそう、準主役とかでかいけど、なんかこう爆弾ポジションみたいな感じで描かれとるから、こいつ絶対最後なんかあるなと思いながら、なんかミスターサタンみたいな感じ、っていう感じで俺は見とったら、まあ、あと俺ガチで考察していい、はい、あ、まだ見てないですけど見てないまだ秘密のゴブレット以降みたいだけど、はい、俺はロンとハーマイオニーがくっつくと思っとって、それなんでかって言ったら、はい、やたらとロンとハーマイオニーがちょっとなんかこうギスギスした感じ無駄に描いてくるわけ、ここでそこいるみたいなシーンが何度もあるわけよ、はいはいはい、だからこれいつかワンチャン恋愛発展パターンかっていう、あとこれすげえマニアックなんやけど、秘密であった時にロンの妹頃ジニーみたいな、うん、そのジニーがハリーのことちょっとなんか気になってそうな目で見とうシーンが何個かね、ほーでめっちゃおさらやん、でもそれもなんか関係してくる可能性あるなって思いながら、もう俺だから大人って見たら新しいとこ見えてくるわけよ、その子供の頃は確かに気にならなかったけど、大人って見るとこんなすごい映画やのに意味ないシーンなんて撮るのかって思ってます俺、あさっきのこの一コマ何やったみたいな、しかもちゃんと秘密ながら最後にアズカバンってこと出るやん、ハグリッドがアズカバンに送られるみたいなシーン出てくるわけ、それで次アズカバンの主人公だから、やっぱちょっとずつこの伏線出しとんちゃうかな、いやー、ハリボッタって楽しいな。で、俺と2話見た時点で相当鋭いっす。やろ、いや俺さ、2話の秘密の部屋でトム・リドルって出てくるわけ、トム・リドルの日記っていうのがあって、アナグラムで入れ替えたらボルデモートになれって、アナグラム、アナグラム文字入れ替えると、トム・リドルの文字を並べ替える、そしたらボルデモートになるわけ、すごな、オタクの卵やじゃあそれ夏はそれ行こうか、ガチでハリーポッターツアー、確かにおらへんもん、こんな詳しい、いや俺こんな詳しいと思ってなかった正直ちょっとハリーポッター好きって言ってもまあ大体1回か2回行ったことあるやん、10回見とって、しかもあんだけ答えれるってよっぽどだと思う、俺見たばっかりやから答えれるやん、忘れたもんこんなん、相当好きやん、え実際どれが一番面白かった、7話ぐらいある、剣やろ、やっぱ剣じゃねえしな、それとも もっと違うとこある、いや僕はやっぱ全展開でうわってなったのはやっぱ炎のゴブレット、初めてホグワーツ以外の学校が、ああタコ出てくるやん、タコ出てきて大会で来て、めっちゃ登場人物増えるやんじゃん、そうっす、で全体的にわーって学校じゃ盛り上がってっていう、なるほどね、でも俺さそれだったらもう一個疑問があって、ダンブルドアの強さがまだ描かれてんわけよ、で少年ジャンプでマッシュルっていう漫画だけど、あります、ね、マッシュルの校長とダンブルドアめっちゃ似とるねん、まあ、パロでしょうねあれは、そうめっちゃ似とるねんほんまに、でマッシュルの校長めっちゃ強いでダンブルドア校長がなんか強いみたいな雰囲気を出せんやっぱ物語の中で1話2話では、でもまだダンブルドア魔法を一つ使ってない、俺あいついつかベール脱ぐんちゃうかと思って、だからボルデモートとダンブルドア戦ってダンブルドア殺されるんじゃないかと俺思って、ブラッククローバーでも魔法帝がやられるの知っとる、ああ知っとる、そうだから年老いた頂上の人間が悪に殺されて主人公が真の意味でボルデモートを倒そうってなるシーンあるんじゃないかと思って、そうナルトのホカゲもそうですし、ね、そうプロフェッサーな三代目ホカゲサルトルやったっけ名前ヒルゼンです、ヒルゼン、そうヒルゼンいや、ヒカルこれ見てください、ああこれもうね考察したくなるんだこれもう、ね、いやでもハリー・ポッター考察しながら見たことないやろ、考察しながら見るとより面白い、より面白い、俺最後パート2見た時涙止まってなかったです、確かに長編見るとさ感情移入するよね、いやそうっす、なんか終わる ロスあるやん、ハリー・ポッターロス来そう、最後見たいのと終わってほしくないのっていうのはあるんですけど、うん、また賢者の石から見たくなるんですよ、したら、あなるほどね、だからハリー・ポッターロスになったタイミングでいけるもんな、だって絶対ロスになるやん、死の日を最後見終わったと、確かにだってもう一番最初見終わった後なんてどれ着るかですよ、グリフィンドール、あーなるほどね、ハップル、ハップルパフ、レイブンクロ ー、スリザリン、マルはでもガチでグリフィンドールっぽいなでしょ、スリザリンですもんね、まあな絶対スリザリン、絶対スリザリン、絶対黙れるな、スリザリン、あの組み分けもいらないっす、うんもうあの汽車で羽織り、うん、確かにな、スリザリンやな 100% な、で見終わったら舞台呪いのコンビに行きますか、あ呪いのコンビあるもんな、続きであるんですよ、ハリー・ポッター未来の、はい、それが本と舞台でしかやってないので、舞台今はやってるか分かんないですけど、確かにハリー・ポッターの舞台もね、藤原竜也さんね、はい出ます出ます出たもん、確かにあれも行きたいな、ちょっとハリー・ポッターツアー、これマジでハリー・ポッターツアーです、それ行こ う決定です、しかもあのユニバのハリー・ポッターは絶叫嫌いな人でも乗れるんで、そうなんや、うん、もう映像系なんで、あそれは最高やな、生きて、いや相当ハリーポッター知った後のハリーポッターツアーは楽しいっすね、これちょっと前にさ行った時になんかマントとか来たやんって、あの時何にも感情なかったあ正直忘れた、うん、今全然違うで俺テンション上がり方、うん、てかあれらしいよ、100ミビーンズ100ミビーンズあれやけど、イクミンと一緒にとってあれってユニバにもガチであるらしいけど、ほんまに鼻くそ味とかあるらしい、ほんまにマジで聞いたよ、ほんまに100ぐらい味があってマジでマズいやつとかあるらしい、ほんまに
そこまで再現したんや。そうらしい。めっちゃおもろいなと思って。あのカエルのチョコとかも売ってますよ。ああ一番出てくれた、はい、試合の中で当てるやつや。そうそうそう。ちょっとハリーポッターもう早急に見て、動画出てる頃にはもしかしたら見終わってて、もう行ってるかもしんない。7月の最初か中旬も予定決めてもらう。行きたいですね。すぐ予定組みたいですね。イクミ呼んでちょ一回。イクミ阿久津さんに連絡して撮影許可取れるか聞いてみて、マルトも予定組んでほしいな。これガチでいきます。そんな感じでマルトの次回の予定も決まったんでね。いやもうなんかやろうと思ってたんで、ずっとよかったすまじいい場所見つかって僕ね。でもなんか何やればいいか分からんかって悩んどったんやって俺ほんまに。いや僕の場所はもうとりあえずあの南ちゃんとか相馬さんに取られちゃったんで、なんとかハリー・ポッターに食い込めてよかったですね。いやでもまあ昔はその場所もあったんやけどな、お前が手放したんや。まあ行っても多分南ちゃんとかには勝てなかったと思います。まあちょっと次回ねご期待ください。というわけで、チェーン店生活5日目続きます。チェーン店生活5日目、今回ですねマクドナルドですね、新作が出たんですよ。やばいんですよ、照り焼きの新作なんです。しかもすごい、確かにこれねじゃがバタ照り焼き、このうまいでしょ絶対。であと、はい、お好み焼き風ソース照り焼き、うまそう。さらに明太照り焼き、絶対やばい、すごい。やばくてで俺らもマクド信者なんで、もう全員でこう食べようってことでやりますか。じゃあありがとうございます。じゃあこれが食べたいの、じゃあもう選んでいいですか。すごいね、ちょっと遠いな佐々木さん。これ枝豆です。じゃあね、これを選んだ人は誰。これ好きです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 。これ照り焼きです。これ照り焼きです。おかしいでしょ。枝豆照り焼き。あとはあのふにゃふにゃのポテト一本だけ。僕もうちょっと頑張れるよ。もっと黒いやろ多分色が。実際どれがこれうまいやろ。多分明太照り焼きじゃない。僕結構真ん中行きたいな。お好み焼き。関西人お好み焼きでも関西人じゃないですよ。全然確かにもおかしいし。今回の照り焼きはちょっとマジで気になる。これ全部照り焼きなんですか。そう全照り焼き。だけ元が照り焼きうまいじゃん。そこにこうバージョンアップで改良してるわけですよ。マジ俺ちょっとジャガバタ行ってみようかな。全照り焼き、マジ照り焼きほんま普通の完全のパッと見がめっちゃもうね、わかんない。ほらこれジャガバタ入ってて分かんないけど、匂いが若干ジャガーある。ジャガー、ジャガー、ジャガー、ジャガー。いただきます。マスト。うん。いただきます。うま。照り焼きに本当にジャガバターが入ってた。そうです。マジで。ぶっちゃけどっちがいいですか。普通の照り焼きと今これ。あでも普通かなやっぱ。これだからジャガバターがめっちゃ好きな人からしたらいいんだけど、俺は普通の照り焼きの方がいい気がします、ね。うまい。お好み焼きの味する。明太マヨ食べてみる。うまいな。お好みやこれ。まあ、元の照り焼きうますぎるんや。なんか食いやすいよねやっぱ。ちょっとオリーブアップしてたこれ。うわ。これ絶対うまいっすよ、ほら明太。チキンもちょっと一個違うな。うまあ、確かに形変わったんで、チキンなんだ。じゃあ続いてお好み焼きもいただきます。全然違う、確かに。うまっ。エッグ照り焼きみたいな感じで、お好み焼きというよりどっちだったらもう、うん、でもやっぱ普通の照り焼きの方がうまいな、俺。お好み焼き、普通の照り焼きうますぎるな、やっぱ。ラスト、明太照り焼き。明太合うんかなと思うけど、照り焼き。それはそう。あ、これが一番やわ。明太照り焼き一番うまい。まあ、うまいじゃん、めっちゃうまい。これが一番明太が好きっていうのもあれやん。いや、完全にチキンがまず食ったら、マジでこれうまっ。これはもう完全別物としていけるな。なんか他は照り焼きの劣化って感じする。ああ、まあ照り焼きトッピングのせいみたいな。肉変わるだけで全然違いますよ。これめちゃくちゃうまい。これやばい。なんでちょっと元の照り焼きに並ぶぐらいうまい。チキンやばいっすか。でもある、あるやん、これ。食べたいっすよ、これが。食べたいっす。これうまい。え、まあ、枝豆ですもんね。で、なんで話してるの。いけます、枝豆の後に。いけますよ。無理しないでください。本当に、いや、俺、無理して、あの、下、出てできたんで。大丈夫、大丈夫、大丈夫。いけます、いけます、いけます、いけます。大丈夫ですか。はい。舐めた方がいいっすけど。舐めてるんですか。やめた。舐めてるんですか。枝豆しか舐めてないんで、まだ。枝豆どうなんですか。めちゃくちゃうまいって、これ。え、食ったことありますね、これ。枝豆があることしか知らなかった、俺。これ、めっちゃうまいって、なんか。え、新メニューだ。え、これ、元からあるんですか。元からあるんです、これ。元からあるんじゃないですよ。これ、マジうまい。明太。明太がマジうまい。こんなうまい。他と比べたら、一個抜きんでといて。これリビロスぐらいうまいな。いや普通のチキンのやつもあるっすよね、今ね。確か照り焼きのあるんすか。あるっすよ、確かあるんすか。あるある、照り焼きチキン切るよみたいな。うん、このチキンと明太子と照り焼きの感じえぐいぐらいあっとるけど、これが多分一番押しとんちゃう。マックが照り焼きに力入れてきたってなんか意外じゃないですか。
確かに今更ね、テリヤキって一番最初はマックじゃないんでしょ。モスですよ。モスが確か初代だな。そうなんだ。あれはパクったんじゃない。でも今正直モスのイメージなくない。ないマクドのイメージすごいよな。究極って感じ。それもなれる。後出しジャンクに買ったってこと。奪い去ったみたいな。こっち系か。なるほどね。結構甘いっすね。これなんか結構好き嫌い分かれる。テリヤキのこの甘辛さがちょっと消えて、なんかジャガバターよりになったわけ。これはあんまり得意じゃないっすね。もううまっ。明太子結構ピリ辛だなこれ。クーの CM 懐かしいな。覚えてる。うまいんだもん。懐かしい。もう行っちゃうよってクーってやつ。あれどこ行ったの私。確かに。あれ全員知ってる。さすがに知ってます。知ってます。イグミ知っとん。うまく首。いや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 、なんて受けますか。じゃあ、ですよ。わかんないな。クーのシール。そんなことある。ありますよ。青リンゴみたいな。あります。白ブドウじゃない。白ブドウ。あれ一番。クーの CM イメージ全くない。全然ないです。あのマスコットキャラクターが出てくるんですか。CM。全然わかんないですよ。その。CM はな、頭残っとるよ。こんにゃく畑とかめっちゃ覚えてる。うわー、こんにゃく畑が。踊ってましたね。フラダンスね。マックの CM はずっとキムタクですもんね。そうだ。ずっと。なんかずっとキムタクのイメージ。あれずっとなんですか。最近のイメージ。最近っすよあれ多分。あ、昔は違ったんですか。昔は違いましたねあれ。俺の記憶ではずっとのイメージです。よくいろいろ少ないよ。すごい。昔の CM 覚えてないのマックの。見たらわかるやろうけど。エビちゃんのエビフィレを覚えてる。ああ。懐かしい。可愛かったな。あとやっぱピッツの CM ね。ああ。懐かしい。ああ。踊っとって。マジで懐かしい。あれはマジで頭の。変えたもんな。あとあの燃焼系網の式網の式ずっと回転しました。あれ何やったよ。体操体操みたいな。こんな運動しなくてもってやつ。あれも懐かしいな。あとあの長いお付き合い京都銀行。もうこれもそれ全然なんすかそれ。これはね、え、それご当地ないな。ご当地、え、ご関東だけっすよ絶対。あれ淡路島温泉まさの大体絶対流れる。もう7時前とか絶対かかっとる。全国ちゃうやん。絶対東京流れる意味ないじゃないですか。 CM なんか最近見えへん。出ないな。マジで見ないですね。タクシー広告ぐらいじゃないか。いや、そう、タクシー広告の方が俺にとっては CM やん。まあ、YouTube の広告とかね。もうほんまみんなあったな。うまっ。本当に最高の味やな。絶対体悪いの分かるんやけど美味しいっていうね。美味しいがそれを凌駕するっていう。だって今こんだけ現代がさ健康志向だったわけやん。やのに売れとるわけやん。もうだってその貫くわけやん。だからその人間のそのさ食べちゃいけないっていうラインを絶対超えてくるっていう、すごい中毒性やと思ってこれ。マジでうまいもんな。ちょっと俺聞かれに聞きたいことあって、あ、それも後で聞いてくれって。いや、今やろ。いや、多分みんな結構多くの人が気になったテーマというか、ちゃんとそういうテーマで出してよ。確かに確かに。いや、もちろんもちろん。その YouTube 界は結構ざわついと。なんすぎよと。平成フラミンゴとコムロットがちょっと揉めてるじゃないですか。俺から見たら揉めたように見えるわけよ。それについてやっぱ光とか結構まあそういうの敏感や、炎上というか。そうですね。どう思ってるのかっていう。来たわ、めっちゃ。やっぱ来たんや。まあもう俺からすると、まあ当事者同士のことやから、まずどっちでもいいから関係がないっていうのも前提なんやけど、お互いのファンがかわいそうよな。いや、やっぱさ仲良くしとってそれを見たいファンからするとその理想の形があるわけやん。そこに戻ってほしいだけやから、そのファンにとって一番いい形を取ってあげた方がいい気がする。なるほど。でもまあ分かるけどな、当事者からするとファンが大事やけど自分たちのこの意見こだわりとかもあるやん。だからこう折れれへん部分もいっぱいあるけど、まあ結局でもやっぱ YouTube ってファンありきやから、ファンの人が一番望んでることというか一番求めてることは何なのかを考えるのが一番いいんやろ。なそれに言ったら結構答えは出とんのだから。もう答えは2つぐらいあると思って、もう仲直りというかその一緒に撮るか、お互いのことを悪く言わずにフェードアウトするか、どっちかじゃない。まあまあ、そう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 。だって片方が攻撃したらもうこれ水かけなんで、お互いのファンとかもちょっと嫌な気持ちになるもんな。俺と真帆とみたいになってまうで。昔の大喧嘩片方消えてまうから。その後またくっつく可能性あるし。まあまあまあ、そう、動画撮る可能性あるけどな。それはね、でも難しいよな。だから男同士じゃなくて難しいと思うんだよ。確かに。なんか男同士ってなんかこう言い合って仲良くなるみたいな、謎のなんかヤンキーノリみたいな。確かに。喧嘩して仲良くなる。でも女の子って多分一回こうバッてやってもらうから多分ね。なんかやっぱ恋愛でもそうや、男って過去振り返るやんか。はいはい。女の子ってもう別の道歩いとるらしいから。そう、男って一直線ね、道が。だから振り返ったらおる。でも女の子って別れた瞬間に次別のパラレルワールドで行くらしい。おらへん。そう、だから振り返ったところでおらへんらしい。おらへん。脳が記憶からなくなる。なくなる。すごいな。女の人って頭の中に消しゴムあるから。ああ、なるほど。消せるんすよ。消せる。デリートするんや。デリート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 ワンポンお前。だから根本的に脳の仕組みが違うらしくて、だから男引きずりますよ。まあ上だけ多くするんですね。引きずって引きずってね。お前も引きずったやろ。実は引きずってます。あんな可愛い彼女おったからな。確かにお前あれだから人生でラストやと思う。あれもほんまに本当にそう思うんですよ。ピクミンの最
最後だと思う、あれほんまに異常な関西弁めっちゃ可愛かった異常なんか考えないようにしてるんですよ振り返らないよそうで今が一番幸せだよまマジで幸せですそんな意味に聞いてほしいのは、はい、ジャンダルクの振り向けばあれ卒業ソング聞いてめっちゃ言うだよめっちゃ言うだよそれ聞いたなしかも振り向けばそこに君がいてる確かにいや本当だからもうここにいなかったらって考えると怖いですねずっと考えちゃうからやっぱ、まあ、でもどっちか選んでこっち来たわけじゃないですかだからもうすごいそれはもうだから楽しいですよ後悔ないってことだもんその後悔はないそれはメンディスでワークショップそれがとか後ろ向こうと思ったら見かったらメンディスだ俺には帰る場所があるはいというわけでね全然生活5日目はこんな感じで次回6日目に続きますチェーン店生活6日目今回はですねラーメン屋の一蘭さんにやってきました YouTube で僕初かもしれないですねで僕ね一蘭は3回ぐらい行ったことあるんですけどマジで味が好きなんですよもううますぎるあとなんかこの雰囲気好きなんですよ伝わるかなこの感じこういうなんかこう区切られててこう一人一人個室みたいな感じで一人ラーメンみたいな本当はねこれあるんですけど外しててで今回撮影結構いただいてるんですけどマジで最高ですねもう昼間のラーメンはエグいっす一番うまいちょっとおすすめのこうゆで卵があったんですよこれ食べてみますかラーメンの前にラーメン入れるってことだよだって茹で卵やからそう入れるのもあるってことだろまあ多分そういうことやなでも俺入れるとして半熟入れたんやろ分かってます最高やなこの雰囲気といい最近さ YouTube 界がにぎわいすぎじゃない確かにほんまにあれと思うんだいやあれ撮る嵐がやってきたなぐらいいろんなことがありすぎて、まあ、今まで平和やったの急にこんな起きるんや立て続けにほんまにななんかそう一昔前は自分がその嵐の中に起きたんやと考えたらなんか俺もほんまちょっと落ち着いたよなだいぶ落ち着いたなほんまにないもんな最近俺は平和すぎてなこうやってずっとゲームしてまあ俺は場合漫画読んであとはもう映画もハリーポッター見とうからな俺マジかも今日見たからな見終わったよでも俺もさ光がそんだけハリーポッターいいって言うから俺も賢者の人見たけどおもろいおもろいおもろいじゃあこれいただきます追いつこうかなと思ってうまっとろっとろ半熟だめっちゃうまいこれうわこれラーメンに入れたんやなこれうまっ絶対合うやんラーメンに入れたうん味もめちゃくちゃじゃんうまっ半熟うまいな最高だからなんか今炎上視聴してだから立て続けにおったけどその人たちにして思うことやっぱあるんまあでもやっぱ自分の身にいつ振りかかるかも分からへんから下手なこと言えへんやほんまに急に来るもん、うん、一言しか言えん俺は嬉しいさあもうそれしかないの一言で言うと、うん、もう全落ちてくれ全落ちてくれ血の底までっていうのはまあまあ冗談やけどでもまあそれぐらいの気持ちを持っとるで俺は常にこうやっぱ弱肉強食なんやけどパイの奪い合いやからさここがあったとしたら誰かがこう奪ったらもうここしかないわけやっていうそういう世界でやっとうからまあプロ野球でもさ誰かがさ活躍したら誰かが活躍せえへんわけもちろん三振取った人がおったら三振取られた人がおるわけやからさで三振取った方が年俸上がるし取られた方が年俸下がるしっていうそういう世界でやってますからまあ自分がそうならないように日々立ち回るしかないなっていう気をつけながら生きていきたいなっていう感じですね昔はなんか嵐を起こせば起こすほど盛り上がるみたいな時代やったんでも今ってさそういうのなしでいかにこうファンと寄り添いながら安定的に動画出していくかこれが求められてると思うから俺はまあそういうのを心がけながら、ね、たまにはこう時なると言いますけど最近そんなめっちゃ大炎上みたいなないやん俺まあないよな、まあ、ちょっとぼや騒ぎみたいなぐらい大炎上みたいなそうもうそこで抑えとくっていうのがやっぱ大事なんだなって思いますねじゃないとやっぱ失うものが大きいなってリスクが大きいなって思うんでやってまいりました一蘭のラーメンでございますめっちゃうまそうですごっこれやばいでしょこれいただきます一回目消しますはい、うまっこんなうまかったクソうまいじゃんで俺ガチな話豚骨って言ったら俺寸胴屋と天下一品好きなの正直並ぶどころかワンチャンも超えた過去一ぐらい好きやねこれマジうまいうちらほんま有名やけど確かにあんまりいけんかったもんそう俺らあんまいかへんや俺らってテーブル席でああそうですねうまこれ衝撃的にうまさや怖っめっちゃ届くの早いしな確かに早いこれうますぎて怖いんやけどマジうまこれスープ飲んだ瞬間のこれ衝撃えぐっうまこれやばいやばいね確かにあとさなんかさ紙でさ麺の型とか全部選ばしてくれるやんそれもいいよなカスタマイズできるっていうのうんまっやわ麺やばいじゃネギもさ白ネギか青ネギ選ばしてくれる確かに珍しいなそういうの珍しいこんなにカスタマイズしてさこのスピード出てくるのすごいなどういう工程でこうやったのかなっていううんまっこの音もいいなチャルメラのうんやばいなマジうまいなこれはマジうまいここ最近で食ったラーメンで一番うまいわニンニク追加で昼間からニンニクはね結構ねよくあれなんですけど最近俺すごいのゲットしてなんかネットで流行っとった寝てる時にそれを食べて寝れば翌日全く口臭から何からしないっていう外国のやつ買ったやんって口臭は正直分からへん自分であんまりこれを食べりゃ取ろうってみたいな、うん、寝るやん起きるやん口の中のすっきり感すごいってほんまに朝に歯磨いた後みたいな状態で目覚めるどっちかい買ってもらったか分からん
マネージャーの子にこれ買っといてくれてたから基本的に値段わからん。でこんな柔らかい麺あんまないからほんまに一番好きか、まあ、一蘭がうまいのってみんな知っておると思うんやけど、改めてまだ行ったことない人は行った方がいい。これはこの画角もなんか新鮮よな、この画角。僕でやってあの反射の人が誰あの反射が通るけど帽子かぶったら分からんけど、ちょっと黒目の腕もデートマスク取るわ。ちょっと佐々木さんもちゃんとデートマスクずっとつけてますよ。あとたまになんか見せびらかすためか分からんけど机に置かれてますよね。いやあれ見せびらかすやってマジで傷つけたくないですよ。なるほどね。ちょっと当たったりしてもカツンってなっちゃうよ。うん、おっかみとかもめっちゃ慎重に置いてるから、うん、けどやっぱなんか朝装着するときにやっぱテンションが上がるんですよ前に。まあ、確かにね。あと重みが違うっすよね、はい、もし仮にそのデートナと頑張り交換できるってどうしますか。でも売れないです。でもそれはもう売っちゃダメです。3年間売っちゃダメです。でデートランクも買えなくなります。いや寝込むかもしれないです本当に。でもこのデートランはマジで一番好きなの。嬉しいですよそれはね。じゃあもうあのオーデマピー返してくれ。つけんねやったら誰かにあげろ。それなりますけどね。この間あれもつけたんですよ。あれはあれでよかったですか。はい、反射レベル上がるんですあれは。一番安く買いました。本気出すときはちょっとあれの方が。あれと騎兵でしょ。あれと騎兵つけてでそれで海へ乗るんでしょ。危なあのロケマさんもいつかな時計をちょっとプレゼントしてなかった。でももらったよシャネル。まああれはねまあ序の口でしょ。興味ないもんなロケマさんって。まあそう、まあ、今現状スポつけると腕が痛くなってくるんですぐ外したくなっちゃうんですよ。おるよなそういう人は。まあ、かっこいいなとは確かに。渋いなとは。それでこのネックレスよくない。まあかっこいい。これ今値段めっちゃ上がったんこれ2000万ぐらい。200万ぐらい上がってる。200万300万200万上がってる。めっちゃ人気らしくて当時はなんかね誰かが世界に5本とか言って買ってきたけど今も多分世界にめちゃくちゃある。最近ね TikTok 見てたら面白い話見つけて西野さんが講演会みたいなセミナーみたいなしょってその時にラグジュアリーブランドの作り方要は価値のあるものを作る方法はどうなのかっていうそれの方程式の話しとって、もうそもそもラグジュアリーブランドっていうのは夢を売ってんだ要は付加価値がついてるわけよそこに出して。でその付加価値どうやってつけるのかっていうその答えを話しとったわけ。その答えっていうのは認知度マイナス普及度なんだっていう。これどういうことかって言ったらみんなに知られてる量と実際にその商品がサービスが普及してる量これを引いた分がイコールが付加価値になると。なる要は100万人とか知ってるけど5個しかないものこれに価値がつく。弱いやそういうの。そう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 。だからそれを考えてビジネスをしていくんだっていう。そうすることで付加価値が生まれてどん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 単価を上げていくことができるみたいな。だからロレックスってみんな知ってるじゃないですか、うん、みんな知ってるのに普及率出て数がないじゃないですか。だから価値がついてるんだみたいな。なるほどね。例えばそういうことを言ってて。だから大半の人が例えば自社のもの宣伝したいやん。その時に大体今発売中のものを宣伝するやん。それがもうナンセンスなんだって言ってたんですよ。要は過去に販売して人気だったもう世の中にないものを宣伝した方が要は認知は広まって普及されてないから欲しくなるやん、うんうん、なるほどね。そう、そっちのは効果的なんだってみたいな話をしたんだ。新しいブランド価値が上がって次のやつが売れていく。そう、次のやつが売れていくんだみたいな。すごいな本当に。あ、宗教ですあれは。話し方ないとね聞いちゃいますね。でも多分同じようなこと思われてんだろうなと思いますけど俺自身も。俺はそういうセミナーとかあんましないんであれですけど。でもアパレルとかもそうじゃない。だからスプリングとかもそうやん。みんな知っとうけど手に入らない。めっちゃ上がっとうしたらどんどん上がっていくやん。あのブランディングエグだよすごい。だからそういうのがうまいところっていうのは広告費で今発売中のものを宣伝するんじゃなくて売り切れたものが売り切れましたっていう広告を出すらしい。なるほど。そうすることで認知が広まってでも普及してないから欲しくなって価値が上がって買いたくなるもん。そうすごい。それ言われるともうおもろいなと思ったら西野さん勉強になりました。でもそういうさセミナーとか行かへんからそれが TikTok で聞けるっていうのがもうちょっと今すごい時代やろ。確かに。で無料で聞けたわけや、まあ、もちろんそれをさ聞いてなるほどと思って何の意味もないかもしれないけどちょっとなんか得した気分になれるというかさ。これだ替え玉って出てくるとどんななんかやめたってやつ替え玉頼む。置くんですよそこに。あこれか置くんや。音は鳴るっす。あ置いたら鳴るんや。はい、すごっ。すげえ天才やん。ここでやる。出てきた。すげえ。少々お待ちくださいませ。うわすげえ置いたら鳴るんや。あそういうことね。鳴らしたくて替え玉頼みたくなるなこれ。鳴らしたいダメだ。あっという間に麺終わりました。うますぎる。あこのオレンジジュースうまいなこれ。ワヤリー最高やな。水とかもこれ自分でできるのよくないですか。やばい。私セリフ目の前にある。目の前にあるっていう。すごいなこれ。仕組みが完璧やん。うまい。ちょっとオイニンニクさらに追加します。俺はねニンニクをね愛してるんだよ。すごいなオイニンニクの量。愛があるんですよ。でもこれニンニクはオイニンニク頼んでなくても最初はトッピングで選べるんですよ。ニンニクの量とか。それもいいっすね。本当人気で並んでるんですよどこも。空港とかでもたまにあるじゃないですか。あるっすね。やばいぐらい行列できたもんな。まあ俺分かるけどな。うまいし利用しやすいわけ。そのなんかラーメンってやっぱ友達で行くやん大体。まあ個人戦で行く人もおるやん。個人で行く人にとって最高やなここって。ソロプレイのソロハンターがここやってくるラーメン。ソロでラージャン行こうぜみたいな。なかなかおらへん。やっぱりだってみんなで行ってさ、オーカル爆弾とかで仕留めたんやけど、はいはい、たまにソロで借りやつおるやん。上級者ね。そうそう、上級者プレイヤーな。1年来たけど、みんなそういう人なんですよ。そうです。一人で。上級者やろ。上級者のソロプレイヤーばっかりやな。お待たせいたしました。ありがとうございます。はい、やってきました。これを入れますわ。光が
替え玉するなんかないもん。珍しい。ズドーンいけますわな。これマジうまいかな。この麺がまず好きやわ。あとこのスープのうまさ完璧ですね。うん、うまっ。めっちゃすごいラーメン1本で戦ってるのはヤバくないですか。最初メニューってあると思うんですけど、この味のラーメンしかないじゃないですか。ああ確かに。それがヤバいなっていう。でもそれがでもさ賢いと思って、うん、だから味がいっぱいないからこそコスト下げれると思って、うん、まあ確かに。要は同じことできるやん。だからスープのあれがいっぱいあったらさ、その分だけ工程かかるしスペースいるやんけど、同じ味で勝負できるっていう強みは、ね、それが理想じゃないですか。やっぱしかもそうじゃない多分このスピード出てこないですよ。だから究極のブロッコリーと同じよ。ああなるほど。だからあれも究極のブロッコリーだけやからあれいけるやん。1個極めたら強いな。って言ったらこの味って分かりやすくなる、ね、この味がいらんもんな別に。最強は僕は食べなかった。他行けばいいし。それはそれ。 YouTube で初一覧デビューできてよかったわ。みんなやるやん。ここ一度は通る登竜門みたいなとこや。怖いぐらいうまいな。階段もペロッと行ってまたもんな。うますぎる。食べました。ごちそうさました。いやうまかった。想像の何倍もやっぱちゃんと食べてるとマジうまいですね。皆さんもぜひ一覧行ってみてください。ではチェーン店生活なるかめに続きます。1週間チェーン店生活7日目ラストですね。宮迫さんのおすすめカプリチョーザさんにやってきました。やった、ありがとうございます。ありがとうございます。僕これ初めてなんですよ。聞くの自体初めて。マジで。でもイタリア料理に来たことが多分ほぼないっすね、はい、あそう。もうデビュー当時から30年以上前から。そんなめっちゃ前からあるんですよ。でこれ結構全国にあるんですか。全国ありますよね。海外もあります。45年って書いてますね。はい、もうだって大阪時代できた時にもすんげー長蛇の列でそこに並んででもみんな食べに来てましたから。確かに入り口になんか看板みたいなのあって、そこのパスタ異常なうまそうな感じ出てましたけど。気づいた。あれやばいっすよ。あのもう大好きなトマトとニンニクのスパゲッティ、あれちょっと食いたくなりましたね。名物です。これを食ってくれ。カプリ名物。そう名物です。あ確かに乗ってます。めっちゃうまそうやん。これは絶対頼みたいですね。これ絶対頼んでください。これ絶対と僕いつも頼むのが決まってるんです、はい、このミネストローネ普通のとこと違うんですよ。ちょっとクリーミーな、はい、そしてイカとツナのサラダ。ここら辺が人気ってことだな多分ね。そうそうそう。この3点は絶対僕頼みます。これうまそう。ライスコロッケ。ライスコロッケも有名です。何でもうまいですから。サラミのマルゲリットも来ましたけど、これは確かにこれうまいわ。いきましょういきましょう。じゃあこのトマトとニンニクのスパゲティのレギュラーを2つお願いします。2つ、はい、はい、僕モッツァレラ入れてください。アサリとホウレンソウのペペロンチーノのレギュラー、博多明太子とイカのクリームソーススパゲティのレギュラー、ワタリガニのトマトクリームスパゲティのレギュラー、マルゲリータサラミ、イカとツナのサラダ、ミネストローネを2つ、ライスコロッケ1つ。じゃあ一旦これ以上でお願いします。お願いします。カプリチョーザでこんないっぱい種類頼んの初めてやわ。ちょっと楽しみすぎて。パスタめっちゃうまそうやな。うまいねんって。わかんないっすね。いやマジ意外な。俺らこうおしゃれな店来ないんすよ。だってこれ後ろのとこやばないこれ。ほら確かにめっちゃおしゃれ。すごいおしゃれ。シャンパン、うん、てかこれチェーン店で隠し切ってるのすごいっすよね。いやすごいっすよ。異常な時代でしょこれ。グアムにもあってさ、昔あの松本さんみんな旅行行ったのよ。昼飯何食うってなって、ほんでうわカプリチョーザあるってなったんですよ。その時みんな知らなくて、日本ありますよ、僕めちゃめちゃ好きなんですよって。いや日本にある店はもうまで来て普通あるって言いながら、でもまあまあ一回食うてみるかって初日に食べたんですよ。そっから5日間ずっと言ってました。どハマりでうますぎて。そうレベル高そうやもん。確かに高そう。マジで、もうなんか食べたいな、外食したいなと思ったらまず最初に出てくる。そんなレベルなんですか。もう大好き。うわじゃあ嬉しいな。ここ来れて。宮迫さんに言われるまでは候補にも上がってなかったんですよ。聞いたことなかったもん。あるんか兵庫県にも。もっとおしゃれなとこにあるやろな。まあそんなイメージですよね、マスターズさんって。郊外とかであるんじゃない。店舗数はそこまで多くないのかな。俺らの地元にはなかったよな、あとあったとしても行かへんかったな。やっぱパスタを食べに行くっていう。いやそう、それがないっすね。パスタを食べに行こうって。だからそのサイゼとか行ってたまにあったら頼むとかぐらいで、ちょっと普通にハマるかもな。だから大人なんてやっぱ余計に分かるんですよ、パスタいいなって。子供の頃はね、あんまなんかやっぱ肉とか魚とか行きたいじゃないですか。うちはもう大体昼飯パスタですね。そうなんですか。おしゃれやな。奥さんがそれ言うから。女の人がやっぱよく来るんですね。まあ好きよね、おしゃれなカフェが。あのワンプレートでさ、パスタとサラダとか乗ってるやつ、あんなよういかんわ。確かに男であんま行ってくるそらっぽい。いや俺で包みとかそんなに行きよ。行くんすか。作業はカフェでしたくなっちゃうんですよ。今めっちゃかかってます。この作業ってない。作業はあるでしょ。仕事って言ってください。作業って。いや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 、なんかちょっとなんかめっちゃやり手風な風に出してるのやっぱりそんな大したことしてないでしょ。作業って言ったって別にいいでしょ。そんな大したことしてないでしょ。してますよ。めちゃめちゃ大事な仕事してますから。今日ね、北海道から帰ってきたのよ、仕事で。これ朝でも飛行機行くのに、タクシー来る前時間あるわ、待っとこうと思って、はい、でちょっとコンビニ見えたから、あコンビニちょっと水買おうかなと思って、はい、ほんであの風に作業してるわけですよ、はい、こっちの方で、はい、タクシー来たら行きますからって、はい、ほんで結構離れてるんですね、そのドアまで、はい、ドア開けたらカシャンって足に当たって、パッと見たらサングラス落ちて、なんか見たことあるなと思って、ほんで「すみ」って持ってったら「あすいません」って普通に見て、今あんな感じでかけてる。
てかサングラス仕上がりやる意味あります？確かに見にくい、見にくい。ブルーライトカットやったら分かるんですけど、あとなんか髪型もなんか腹立つな。そう、うん、いやこれでさ、あんなもの落として俺が気づかへんかったら北海道にもう忘れてたわけや。それを堤って言った。あ、すいません、あ、すいませんって言う。え、どこにありました？いやいやいや、リアクション、あ、すいません。ちんちゃく系のクマと、それによって施術が変わるんです。確かに俺トリックやって3つぐらいあったな。全部やったんですね。あの全部が乗っかったらすごいクマやったから。最強のクマ、すごかった大きさが、最強のクマやった。キルみたいな感じしたんで、やばいって感じで。じゃあ俺もう一回やろうかなって思ってるんですよ。やっぱこのクマ嫌なんですよ。みんな悪気なく言ってくるでしょ、寝た方がいいよって。あ、はいはいはい、あれ嫌なんですよ、寝てるから。今見たらあるかもしれない。そう、ちょっと詐欺できたから、ちょっと一回行こうかなと思って。だってさ、俺テレビ出てる時、それでなんか警察に貼られたことあるって。絶対薬やってるってなってる、そのクマで。クマが。ああ、なるほど。そうそうそう、そんな噂めっちゃあった、薬物疑惑。俺だからそのたるみは取っちゃったんですよ、眼科脂肪みたいな。多分それ以外やってないんで、それやる日来たか俺。でクマ取ると、もともと肌は綺麗って言われてたけど、やっぱクマが目立ちすぎて。そうなんですね。そこ言われてなかったけど、ずっとめっちゃ肌綺麗して、クマ取ってからそこ同じようになりますもんね、多分。強調されてる。だからここだけちょっと色変わってたら、しんどいわけ。そっち目がいくし。そうそうそう、だから静脈麻酔で寝てやろうかなって。最近なんなら今日もっと、ちょうど宮崎さん見た時にめっちゃ綺麗な人だから、もうやりたと思って。むちゃくちゃ若なった。うざいっすよね、なんかほんま言われるじゃないですか、絶対に。当たり前のようにやったから、そんな気にはしてなかったんけど、撮ってみたらすごい言われるから分からないんだ。うわ、めっちゃ量多いな。イカとツナのサラダでございます。すごっ、うまそう。おいしそう。イカもめっちゃうまそうやな、これ。うまいね。いただきます。うまっ、うまっ。これ2人で来てちょうど分けていいぐらいの量ですね。そう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 、うまっ。うまやろ。もうちょっといこう。ミネストローネ来ました。これクリーミーやろ。量多いっすね。全体的にやっぱサイズでかいっすね。でかい、もともとサイズでかいっすね。あー、好きやわ。この色のミネストローネ、なんかめっちゃなんか深いっすよね。普通あのちょっと透き通ってる。そうそう、ね、ちょっとドロッとしてるけど、なんかカニクリームみたいな色してます、ね。ここしかないんですよ、この感じの。うまそうな匂いする。もっと置いとくか。パスタ食ってから食べようか。もう正直さっきからずっとこの塊食いたくて、この塊、これこれめっちゃうまいよ。食べですよ。俺多分子供の頃やったら多分野菜全部残してここだけ食っとると思う。ここだけ。ほんまえぐいこのイカとツナの。これめっちゃうまいから、ここ。多分喧嘩になると思う。正直この分量でお前ツナ結構持っていったやろとはなると思う。でも大人だったらさ、配慮してさ、野菜取りながらさりげなくツナ取っていくやん。分かる。確かに確かに。でも子供の頃やったらこれこうやから。うまいわ。めっちゃうまいな。うまっ、量めちゃくちゃ多いんだこれ。これマジ2人分ぐらいあるよ。確かに量ほんと多いですね。2人で1つでちょうどぐらいかな。ひき肉みたいな、めっちゃうまいですねこれ。珍しいやろ、ミネストローネ、ひき肉は。肉めっちゃうまいな、これ。その具がめっちゃ全部ちっちゃく切り刻まれとるのがめっちゃいいな、うん。朝にこのミネストローネ出してくれる人と結婚したいですね。こんなクオリティで出してくれたらめちゃめちゃいいね。マークカップだからこれ、吸っていける。朝出してほしいな、これ。これ結構飲んだつもりで全然減ってへんから、想像の3倍ぐらいあるかな。量考えて安いやろ。安いですね。朝食ですよ、これ1つでお腹いっぱいになれちゃうから。そうそう、でも量多くてもこんな進むってことはこれだけうまいよ。うまい、うまい、うまい。で、それほんまこれも食いたいけど、パスタのために胃袋残したら残しとかなっていうので、ほんまこれも置いときたいけど、うますぎるからなんか食っときたいっていう気持ちで勝つっていう、ね。そう、俺いつもやってまうのに平らげてしまって、パスタの途中がしんどなるっていうのが。なんかマナーでパスタはすすっちゃダメってあるじゃないですか。あるある。冷麺とか、そばとかはどうなんですか。あれはありなんですか。もう全然すって。パスタだけなしなんですか。パスタだけなしやけど、よくね。むっちゃむずいやろ、あれ。むずいです。確かに、めっちゃ後ろで料理長みたいなのめっちゃ笑ってました、それだけ。多分あの人もすするはず。いや、すするよ、そんな。ずるいくよ。でかでかすごい、それ。でかすぎ。ナイスコロッケ来ました。これ名物の人です。これも名物です。すごい大きさですね、確かに。でかすぎやろ、これ。こんな大きかったでしたっけ。あ、元大きかった、昔。あ、昔もっと大きかったですね。うわ。これね、中に。でチーズ、チーズがデロッと入ってますから。うわー、すごっ。めっちゃうまそう。やば、すごいっすよ。めっちゃうまそう。絶対うまいっすね。やります。
やっぱもうイタリアン系とご飯って合うんや、うん、ちょっと焼きおにぎりをさりますね。うん、うわ、ピザ出た。マルゲリータ頼みでございます。でかっ、うわ、でかっ、でかっ。ピザもこのサイズなんや。じゃあ、これパッケージ詐欺ですね、これ。こんなでかいと思わないですよ、これ、この写真見たら。確かに、うん、逆に詐欺ってますから、本当にこれ。昔もっとでかかったってすごいな。こんなでかいの出てると思ってないから。うわ、これさらにめっちゃ好きなんでしょ。めっちゃ薄いと思って、この薄さ。薄っ、これやばいわ、絶対。うん、うまっ。うん、うまっ。頼みついたらちょっとここカプリ嬢ちゃんは洗礼を受けてますね、完全に。さっき言ってあったけど、昔は全部もっとでかかった、これ。これ以上でかかった食えないっすね。460円。ありえへんの、この料理。しかも、かっこお一人様用サイズってありますけど、絶対違うんですよ。誰目線の人ってんだっけ、これ。もう若手の時は食えてんな。確かに、若い頃やったらいけそうっすね、全然。俺たち、その、お取り分けの2倍のやつ、1人食べた。芸人さんにおいての若手って何歳までなんですか。今は伸びたな。だって若手やって言うて、今ようやく売れてきた錦鯉とか、俺と同い年ちゃうの。売れた時によって変わると思うんですよ、若手が、若手じゃないか。そうそう、だって昔、アメトークが始まった時、苦節14年、雨上がり決死隊初冠番組、アメトーク。14年でも、すごい遅咲きって言われてた。今もそれどこじゃないやん。確かに多すぎるんでしょ、芸人さんの数が。だからあの錦鯉ショックって言ってさ、バイキングでもあったけど、ずっと長く売れてなくて、で年を重ねてで売れたよ、50ぐらいで売れたよ錦鯉、はい、じゃあもしかしたらって思う売れてない芸人がまた一気に辞めれなくなるわけ。なるほど、確かにそこを見てしまったから。そう、自分たちにそれが来るんじゃないかっていう可能性ないわけではないから。確かに確かに。そう考えると全然辞めていかへんよ。まあしかもなんかさ、芸人以上に楽しいことあるって思ってます。結局さ、こんな楽しい職業ってなかなかないやん。まあしんどいかもしれんけど、周りが見て面白い人なわけやからさ、お金なくても面白いわけやん。売れた時はもっと面白いわけやん。確かにな、やばいやんな。やっぱあのいろいろさ、そのお芝居とかも、はい、歌とか歌ったりとかもいろいろやらせてもらってるやんか。やっぱりお客さんの前で笑いを取った時の快感はどれも超えへん。そこ一番むちゃくちゃ気持ちいい。まあそういうことっすよね、結局ね。笑いって最強なんやな。だから分からんけど、お笑い芸人で薬物で捕まったとかないやん。聞かないっすね、マジで。だってもうその笑いをもらってるのがもう薬物みたいなもんやから。脳内麺は捨てて、そこが必要ないねんだから。確かにな、孤独じゃないんですよね、お笑いの人って。周りに周り一人もおるやん。でもアーティストとかってやっぱ孤独やん。曲作っとるとかってだって誰かと作るわけもったわけやん。そう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 、だからね。だってもう楽屋でずっとコントやってるから、誰かが仕掛けてきて、もう仕事でもないのにみんな乗っかってボケたり。そういうのいいっすね。そう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 。うわ、来た。うわ、多いんだ、確かに。うわ、めっちゃ遅いっすね。量多いっすね。あ、これ、ニンニクです。うわ、これ絶対ない。やばいやばい。これみずみずしさって言うから。ほんまや、輝いてない、光っとるよ。カプリ嬢さんすんげー湯気。これだからこうでしょ、こうやってこう巻くでしょ、巻いてすくってドン、こうでしょ。うまそう。ニンニクの匂いめっちゃいいな。焦がしニンニクみたいな匂いする。いただきます。うまっ。ニンニクの効き方がめっちゃいい。俺ニンニクって好きやから。ただのこうトマトパスタじゃないやつ。全然違う。全然違う。俺トマトパスタそんな好きじゃない。めっちゃ好きじゃないもん。これめっちゃうまいよ。うまいな。定番になる理由分かるな。もう食べたいなんねん、ほんまに。とりあえずこれ頼んどこうってなるもん。カプリ嬢でうめえや。こんなとこ知らんかったんだ。ちょっとそんそった気分だな。これぐらいあれなんで。うまっ。でかっ。宮崎さんはやっぱこれがダントツ好きです。ダントツ好き。最近だからモッツァレラが出たんですよ、つい最近。これちょっとじゃあどうぞ。お前さんとかスミさんとか食べてください。あったかいうち食べとき、うん、うまっ。夜とかに食いたいな。絶対あかんないのけど、深夜とかに食いたい。あのパスタゲーム俺がしたときに後ろで奥さんが作ってくれて出てくるっていう、そこまでが結婚ですよね。そんな状況は今なかつてないけどそんな理想像ってあんまあったんですか、結婚する前。はいはい、やっぱ全然違うんですか、現実は。まあ僕はあのウィーニングイレブンをね、はい、ほぼ毎日やってます、はい、2018年。え、今もね。2018年。今もやってんすか。2018が好きなんですよ。最新版も一応買ってんけど、動きがリアルすぎて、まあまあ、なんかちょっと嫌なんですよ。2018で息子のリクっていう名前のスーパー選手を作って、ドイツがバロンドールね、世界最優秀選手を受賞、はいはい、20回取ってます。何歳なの、ね、リク何歳なんですか。リクはあの15か16歳で設定してて、はい、うまく30超えてますから。でもまだすごい身体力なんですか。すごい身体力。衰えないです。衰えないです。それそれとほうれん草になってて全然衰えへんよ。だって今まで最高点年間で全試合の点数取ったのが223点。バケモンです。野球部やってません。バロンドール20回って言って、バロンドールってマックで4とか3。メッシとロナウドが5個ずつ取ったんちゃうかな。20回取ってるんですか。20回取ってます。ドリブルだけ抜いていくんですか。もうすごいですよ。嘘みたいなところからシュート決まるし。ロングシュート。ハーフウェイラインぐらいからバーン決める。あっさりもな、大人なんて分かったね、このうまさ。うん、
これうまいわ。アタリガニのトマトクリームでございます。えぐ、最後にもう一度濃厚が。基本は濃厚系が好きやけど、ちょっと年齢重ねてあっさり系もありやなと思うので、罪悪感なくいけるというか。なんか昔俺の家族行って、おかんの妹がいたんですよ。でそれが月に1回か2回だけ家に遊びに来るんですよ。でその日だけは夜に夜更かしして、ザ・夜の引っ張れっていう番組を一緒に見ながらピザとかパスタを食べるっていうのがあったんですよ。俺さ、それに憧れちゃってて、家族だったら深夜にこういうの食べるっていう、憧れてます。正直それにゲームしてる時に出してくれると、はい、そうそうそう。うちはもう今これがウィニングレブやってたら、後ろ通るたびにいつまでやってんの、飽きひんっていう声を無視しながらずっとね。でも思ってるんですよね、チームに敷かれるぐらいがちょうどいいんじゃないかって。そうあれこれで重量だと思ってた。明太系これ1人前以上食べてるよね、絶対。全然食べてます。味のセンスがやっぱ全然いいっすね。そうそう、美味しくないものがないっていう。これ初めてかも。一番濃厚感も味。確かに。いやでもどれ頼めやろな、これ気分によって変わるけど、一番頼むのは最初のやつかも。あやっぱ王道の定番あれかも。たまにカップヌードルとかカレーヌードルとか食べたくなるやん。その感覚でこういうとこ行くって感じかな。ごちそうさまでした。ありがとうございました。これはちょっとリピート確定の制定でした。やったウーバーあるのもでかいですね。パスタは多分、まあ、ちょっと重いんで頻繁には頼まないと思うんですけど、ツナ、うん、サラダ食いたいですね。まあ、サラダでなんか僕の中でウーバーでなんかレギュラーで頼むサラダなかったんですけど、大体がなんか普通のサラダになんかドレッシングがつけるみたいな多いじゃないですか、うん、結構こういう感じでなんかあんまないやん。ちょっとまあ値段は張るんですけど、ウーバーだったら多分2000円ぐらいになっちゃうと思うんですけど、うん、俺的にはもうありかなと思いました。そんな感じで1週間チェーン店生活これでしようということが、もうめちゃくちゃたくさん行ったので、ね、まあ、気になる店があったらぜひ行ってみてください。やっぱチェーン店はうまいっすね。うまくて安くて早いっていう、その3秒揃ってるからチェーンになれるんだっていう、手堅く迷ったらチェーンっていくのが一番かなと思いました。じゃあ今回ここで終わります。ありがとうございました。じゃあ夜多分食べれへんわ。リアルに2人分ぐらいになったと思う。1人前の量が超えてるな。そういえばこの夏ね、宮迫さんと久しぶりに旅行行きたいなと思ってて。行きたい行きたい。宮迫さん7月がちょっと舞台で忙しいんですけど、はい、8月行けそうらしいんで予定組んで、8月の後半らへんには動画公開できるかなと思うんで、あの長崎バイオパーク以来の。あー懐かしい。楽しかったな。であれをちょっとねやりたいなって思って、うん、まあ、次ちょっと僕が行きたいのは、まあ、動物園行ったんで、やっぱ水族館行きたい。あーいいね、水族館。撮影許可が下りるとこあるか分かんないですけど、水族館でチンアナゴ見たいんですよ。これね、はい、僕チンアナゴ好きすぎてスタンプ買ったぐらいチンアナゴ好きなんですよ。そうなんや。冷静に僕あいつの生態がすごい気になってて、砂から出すじゃないですか、うん、この世に置くじゃないですか。死んじゃうのか、それとも結構平気な顔してるのかもめっちゃ気になってるんですよ。要は魚って水がなかったら死んじゃうじゃないですか、はいはい、彼は砂がなかったら死んじゃうのか、それとも砂と水両方がいるのかとかが全部知りたいんですよ。多分詳しそうじゃないですか、宮崎さんだったら。水はいるけど、あれケツからスーッ入ってくるやろ、穴掘って。めっちゃ可愛くないですか。可愛い。俺あいつ飼いたいんですよ、ちょっと若干本当は。チンアナゴ一般の人が買ってるの見たことないな。めっちゃ可愛いんですよ。難しいかな、顔。チンアナゴ。チンアナゴ一点突破で水族館行くの。それ多分日帰りできます。そのつもりですね。まあそのおまけとしてイルカとかいろいろいると思うんですけど。おまけがイルカなの。一番尺取るのはおそらくチンアナゴだろうなっていう。だチンアナゴの研究家の人とか本当来てほしいです。チンアナゴをマジで一点突破で愛してる人。要は世の中には僕すべての生物のプロがいると思うんです。あ、だってあの飼育員の方がいらっしゃるから説明してくれる。いや、それをもう超えてる存在ですね。なんか要はチンアナゴのみ、はい、チンアナゴ一点突破の、要はコウモリ研究家とかいるじゃないですか。おるおるおる。だからその全てにいると思うんですよ、その全ての生物に対して。チンアナゴを徹底的に調べてる人。そうです。それ食うていける。食うとかじゃなくて、そのもう愛してるがあまりに、あまりにチンアナゴに対しての雑学を持ちついた人とかっていうのがいると思う。仕事とかじゃなくて。そう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 、まあ、中にはいそうやな。一点突破でこのチンアナゴだけを愛してるっていう、はいはい、だから家にチンアナゴがもう数百匹いるとか、いそうな気がする。ゴキブリとかですよ、ゴキブリ。マニアなんて思いますもんね。 あんだけ可愛いチンアナゴ、しかも色のグッズになってるじゃないですか。本体のチンアナゴを愛してる人が世の中で俺絶対いると思うんですよ。そういう人をちょっとアテンドしてもらっていいですか、ね、辻さん。もう旅行じゃなくなったじゃん、チンアナゴの研究会。いや、それもでもそのちょっと差し込みですよ。10分です。チンアナゴのために尺もらえないですか。10分に。ヒカルさんのチャンネルなんていいですけど。10分に。逆に大丈夫です。それはいけます。ね、10分だけでいけます。こんだけ熱い思いがあるから。ギリ乗って20分もらえ。急に熱い。20分間チンアナゴについての話が尺で挟まれる。旅行がまあ多分2時間ぐらい尺じゃないですか。20分のチンアナゴで挟まれるんですよ。それだ、それほんま用意してくださいね。プロな。それこっちが探すといいですね。絶対お願いします。8月。俺それ楽しみにしますからね。
宮迫さんもなんかじゃあ一個そういうのあったり、僕はあーそのテーマみたいな、結構ほらプライベートとか気になってた、見に行こうかなと思ってたぐらい聞かれてたんで、はいはい、そういうのあるんですよ、熱量が高いの。ピラニアやな。確かにちょっと気になりますね、血に反応するんですよね。実際にほんまにかじられてるの見たことない。はいはい、それいけるよ。だから宮迫さんがかじられてるって言ったら確かに、すみさん、いや一番熱がある人、熱がある人試した方がいい。あのどうでもいい方の乳首をつけてくれ、こう両方大事や、乳首は噛んで悪い方、噛んで悪い方、噛んで悪い方をぶっつけるということで、まあね、ちょっとこう置きたいください